Hey guys, it's Saru. 今回は中学英語完全攻略ということで、この動画一本で中学英語を完全解説していきます。皆さんいきなりですが質問です。皆さんが英語ができない理由は何だと思いますか？英会話ができないからですか？それともリスニングや発音ができないからですか？今このように考えてしまった方、残念ながらどれも違います。僕は今まで英会話やリスニング、発音向上法を紹介してきましたが、英語学習を始めたばかりのあなたにとっては、僕が教えたことを取り組めるところではないというのが正直なところではないでしょうか。そう、今日指導していくのは英語学習を始めたばかりの人が一番最初に学ぶべき中学英語です。この中学英語は理解できないという問題を放置しておくと、英会話やリスニング、発音を鍛えても効果が全くない。それどころか皆さんの貴重な学習時間を全て無駄にしてしまうことになります。でも安心してください、今日の動画で中学英語を9割以上完璧に理解することができます。中にはこの動画をきっかけに短期間で英語が上達する人が出てくるかもしれません。僕も以前は大学1年生に英語を学習した時は中学英語すら分かりませんでした。しかしそれは5年以上も前のことです。今はもちろん全て理解し、英語を第二言語として完全に習得しています。僕だけでなく指導してきたレッスン生も英検3級から3ヶ月で英検2級に合格、10年以上の英語のブランクがあるにもかかわらず英検3級から2ヶ月で英検2級に合格、英検12級から1ヶ月半で英検2級に合格、3ヶ月の学習英検8次検で英検2級に合格し、最近のもう3ヶ月後には英検11級に合格した主婦の方もいます。これだけ今日の中学英語はあなたの英語学習の礎になります。もしこの動画を見てるあなたが中学英語を理解して英語学習の良いスタートを切りたい、英会話習得や資格を習得して英語力を向上させ周りから認められたいと思ってるのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。今回は中学英語の授業1億人の英文法を主に参考にさせていただきました。ぜひ気になる方は手に取ってみてください。それではスタートします。最初は B 動詞からです。 B 動詞なんか知ってるよと思って今親指で画面をダブルタップしてスキップしようとしたあなた、ちょっと待ってください。 B 動詞の本質から掴んでおくと、これから二度と間違わないし上級者も知らない謎も一撃で分かってしまうんです。それではまず皆さんに一つ質問です。学校で B 動詞を覚えるときに三人称をやたら強調されて覚えさせられませんでしたか？例えば He や She、 人の名前などは三人称ですという風に言われて、結局なんだっけ、こんな風になってしまったことありますよね。この覚え方自体がダメなんです。三人称を強調されてしまうから混乱してしまうわけです。もっとシンプルに考えましょう。まずは I の主語の時の B 動詞は分かりますよね。もちろん現在形です。 I am になります。そして You が主語の時は You are になりますよね。ここまでは大丈夫なはずです。そしてここからがポイントです。今まで教わってきた三人称がどれとかではなくて、 I と You 以外の単数は Is、 複数は Are で大丈夫です。これで全てが解決です。これだけで本当に大丈夫なのって思われるかもしれません。学校で何時間にも分けて教わったのがこれだけで終わってしまうのってなんか寂しいんですけど、本質を理解さえすれば簡単に理解することができるんです。だから皆さんが覚えるのは4行だけです。それではもう一度いきます。 I は am、 You は are、 それ以外の単数は is、複数は are ということです。この図だけです。めちゃめちゃ簡単ですよね。たったこれだけを学校では何時間にもかけて教わるんです。そして常にこの図に当てはめて考えれば一網打尽です。 He とか She は三人称とかという発想ではなくて、さっきの表に当てはめて He は She は単数だから is、 さらに We とか They とかは複数なので are、 このように考えていきます。三人称やたら学校で強調されるので、 He とか She とか人の名前の時の B 動詞ってなんだっけってなってしまうんです。三人称を強調して覚えてはダメです。逆に I は am、 You は are、 I と You だけ意識して覚えたら、それ以外は単数なら is、 複数なら are、 これだけなんです。だからもう何人称とか覚えなくて大丈夫です。この図だけ覚えておいてください。この図に例外はありません。もう一度いきます。 I は am、 You は are、 それ以外の単数は is、 複数は are、 これだけです。そしてここから否定文と疑問文の作り方も紹介します。否定文とか疑問文とかって言葉にすると意味はわかると思うんですけど、少し堅苦しいですよね。なので簡単に一言で言うと、否定文は×、疑問文はハテナ、これだけ覚えておきましょう。記号にすると親近感出ますよね。そして×である否定文は B 動詞の直後に置きます。もう一度言います。否定文は B 動詞の直後に置きます。例えば幸せという意味の I'm happy だったら幸せではない、つまり I'm not happyっていう風になりますよね。否定は B 動詞の直後とだけ覚えておいてください。それでは問題です。例えば I'm angry の否定文は何でしょうか。3 2
one. I'm not angry. ですよね。おそらくできたと思います。次は疑問文です。これも一撃です。B 動詞を文の一番初めに持ってきます。これで終わりです。例えば、you are happy. なら、B 動詞の are を文の一番初めに持ってくると、are you happy? になりますよね。それではまた問題です。you are angry を疑問文にすると、three, two,One, are you angry? になりますよね。先ほど疑問文はハテナと言いましたが、必ず最後にハテナをつけるようにしましょう。正直もうこれだけです。もう3分くらいの解説で終わってしまいました。少し早かった人は何度も見てみてください。一撃で B 動詞の仕組みを理解できると思います。次は一般動詞です。これも数分で片付けます。まず一般動詞というのは B 動詞以外の動詞になります。確認ですが、 B 動詞は B、am, is, are, was, were の6つだけに対して、それ以外の run や play などの動詞はすべて一般動詞になります。そしてよく he played soccer という文で三人称単数がという解説がされますが、すべて忘れてください。さっきの B 動詞の時と同じで、 I と U だけ意識して覚えたら一撃です。それでは行きます。主語が I なら動詞はそのまま、 U でも動詞はそのまま、それ以外の単数は動詞に S をつける、複数なら動詞はそのまま、これだけです。もう何人称とか覚えなくてもいいので、この図だけ覚えておいてください。もう一度だけいきます。主語が I なら動詞はそのまま、 U が主語でも動詞はそのまま、それ以外の単数なら動詞に S をつける、複数なら動詞はそのまま、これだけなんです。そして B 動詞を覚えてしまった人であれば、さっきの表の is を取る主語は動詞に S がつくと考えてしまっても大丈夫です。簡単ですよね。こんな風に短期間で本質だけ掴んで覚えておきましょう。かなりの時間節約になるはずです。そして次に動詞の S の付け方もこの一覧で完璧です。基本的なルールは S をつけるだけで、例えば plays とかですよね。そして語尾が o c s で終わる動詞は es をつけます。例えば go は語尾が o なので goes、 teach は語尾が ch なので teaches、 finish は語尾が sh なので finishes、 miss は語尾が s なので misses になります。次に語尾が ing プラス y で終わる動詞、例えば語尾に注目して y なので study が studies、 try が tries、 fly が fliesCry が cries になっていきます。すべて単語の語尾は Y ですよね。最後に不規則動詞なんですけど、形がすべて同じで AA、A 型と呼ばれるものがあります。例えば、カカカ。これらが AA、A 型と呼ばれるものです。2番目だけが形が違う AB、A 型と呼ばれるもの。例えば、come, came, come。これらが AB、A 型です。2番目と3番目が違う AB、B 型の bring, brought, brought。すべて違う AB、C 型の speak, spoke, spoken。などがあります。まとめた不規則動詞の活用表を下の公式 LINE でプレゼントしているので、もしゲットしたい方は動画の最後で発表するキーワードを概要欄に公式 LINE で打ってください。最後の S の付け方を説明したところで、次は一般動詞の否定文と疑問文を解説して終わります。まずは否定文です。一般動詞は B 動詞と違って not だけを置いてしまったら NG です。加えてステップは一つだけです。それは not に加えてもともと隠れている do や does を使うというだけで、難しく考える必要はありません。例えば I play soccer であれば I do not play soccer のように do と not を使います。これで終わりです。 He played soccer みたいに動詞に S がつくものを否定にすると He does not play soccer になっていきます。じゃあなぜ do ではなくて does で、しかも動詞は plays から play になるのか、こう思った方もいるかもしれません。それは He played soccer にあった plays の S を do が持っていってしまったからです。だから do が does になって S を持ってかれた plays は play の原型になります。だから He played soccer が He does not play soccer になっていきます。先ほど do と does はもともと隠れていると言ったのを覚えていますか。例えば I play soccer であれば I do play soccer という風になります。それが否定文やこれから説明する疑問文で登場してくるとだけ覚えておいてください。そして隠れていると言った理由は、強調するときに現代英語でも普通に I do play soccer という風に言ったりします。これはただサッカーをするのではなくて、することを強調した言い方になります。つまりサッカーをテレビで見るとかではなくて、サッカーを実際にするという意味が do を足すことで強調できます。じゃあなぜ否定文とかこれから説明する疑問文で do や does が一般的に使われるかというと、これは完全に僕の主観的な意見ですが、否定するにしても疑問にするにしても、ただ何々であるではなくて、何々ではない、何々なのという強調しているニュアンスがあるから隠れていたい do や does が出てくるんだと思います。少し脱線してしまいましたが、皆さんが覚えておいてほしいことを一言でまとめると、隠れている do や does が否定文や疑問文になると出てきちゃうよ、これだけ覚
覚えておいてください。それでは最後に一般動詞の疑問文を説明して一般動詞の解説を終わりにします。疑問文はステップが2つだけです。1つ目、否定文と同じように隠れている do や does が出てきます。2つ目、その do や does を文頭に持ってくる。これで終わりです。例えば You like soccer。 一応皆さんの頭の中には隠れている do があると考えてください。なので You do like soccer。これで do を文頭に持ってきて Do you like soccer? これで終わりです。 does の場合は He plays soccer。 一つ目、否定文と同じように隠れている do や does が出てくる。つまり He does play soccer。 今回は does なので plays の s を do が持っていってしまっているので does になり plays は原型の play になります。そして二つ目、その do や does を文頭に持ってくる。なので does he play soccer?となって終わりです。おそらくここまでの10分くらいの解説で B 動詞と一般動詞を完璧に理解できたと思います。学習に時間をかけるのは確かに大事です。でもそれは今日僕が説明したように本質をつかんで学習できた時のみ効果があります。これを絶対に忘れないようにしてください。次は過去形です。過去形を解説しますが、これはさっきの説明を理解していればすぐにできてしまうので軽く説明して終了します。まずは文を過去形にする方法だけ覚えていきましょう。 Am と is は was、 are は were になります。もうこれだけです。 Am is was、 are wereAm, is, was, are, were。 こんな風に10回唱えてみてください。形ばっかりはそのまま覚えていくしかないので覚えておいてください。一つ覚え方をアドバイスすると、 are と were は発音が似ているのでこれはさっと覚えられそうですよね。逆にこれさえ覚えられればあとは was だけなので簡単だと思います。それでは否定文と疑問文は Am, is, are の説明の時と同じです。例えば I was happy なら否定にすると not を be 動詞の直後につけるだけなので I was not happy になっていきます。じゃあエクササイズの問題、You were happy を否定にすると3、2、1 You were not happy になりますね。疑問文は覚えていますか？ B 動詞を文の一番初めに持ってくるんでしたよね。なので He was happy なら B 動詞を文の一番初めに持ってくるので Was he happy になっていきます。それでは問題です。 You were happy を疑問文にするとどうなるでしょうか？ 3、2、1 答えは B 動詞を文の一番初めに持ってくるので Were you happy?となっていきます。もう簡単ですよね。一般動詞も am, is, was, are, were これと同じように動詞の形を変えて過去形にしていきます。過去形にする方法も2パターンしかありません。1つ目、規則変化で動詞の最後に ed をつける。2つ目、不規則変化で形がバラバラ。これだけです。1つ目のものは規則変化というだけあってほとんどの動詞は規則変化になります。例えば I play soccer を過去形にすると I played soccer になっていきます。プレイの動詞の最後に ed がついてますよね。 ed を規則的につけるので規則変化と言っているだけです。丸には不規則変化で形が不規則ということはバラバラなので Go は went、 meet は met みたいな形のことです。ここで全ての単語を話すと長くなってしまうのでまとめて不規則変化の動詞活用表を下の公式 LINE でプレゼントしているので、もしゲットしたい方は動画の最後で発表するキーワードを概要欄にある公式 LINE でまとめて無料で手に入れてください。最後に一般動詞の過去形の否定文と疑問文について解説して過去形の解説を終わりにします。さっき do と does が隠れている話をしたのを覚えていますか？例えば I play soccer であれば I do not play soccer と隠れている do が出現してさらに not を使いますと言いました。そして He played soccer では He does not play soccer みたいに does が出現して not を使います。これが単純に did バージョンになるだけだと覚えておいてください。例えば I play soccer であればもともと隠れている did が出現して I did play soccer、 そこに do と does の時と同じように not を足して I did not play soccerという風になっていきます。これが否定文です。次に疑問文は do や does の時と同じでステップは2つだけです。1つ目、否定文と同じように隠れている did が出てきます。2つ目、その did を文頭に持ってくる。これで終わりです。例えば you played soccer なら一応皆さんの頭の中には隠れている did があると考えてください。なのでもともと隠れている did が出現して you did play soccer になっていきます。そこから did を文頭に持ってきて did you play soccer。 手順は do と does と全く同じなので did バージョンとだけ覚えておいてください。これで B 動詞と一般動詞の基本的な部分は抑えました。ぜひ何度も見て覚えておいてください。ここからは先に中学英語でも重要な前置詞について触れていきます。前置詞の中でも中学英語で馴染みのある前置詞を先に全て解説していきます。1つ目と2つ目の前置詞はオンとオフです。オンはないないの上にでしょ。電気つけるとか消すとかじゃないの、めちゃめちゃ簡単じゃんって思ってしまった方、それではオンたった一つでも英語学習挫折する可能性があります。じゃあ質問です。 There is a mosquito on the wall. There is a mosquito on the ceiling. これは上でしょうか、さらに電気と関係あるでしょうか。全く違いますよね。英語
学習を始めたばかりの方に伝えたいことが一つあります。前置詞の学習で大事なこと、それは前置詞イコール日本語訳というのはもう二度とやめましょう。なぜなら日本語訳は英語の本質があって文で使われて初めて結果的に生まれたものであって、一つ一つ覚えてしまうとキリがありません。じゃあどうしていくか。僕がいつも動画で言っていることです。それはイメージ化をすることです。イメージ化をすることで前置詞の派生した意味までも全て理解できるようになります。オンも何々の上にとか電気がつくとかではなくてイメージ化をしないといけません。じゃあそのオンのイメージは何かっていうと、このイメージになります。オンはくっついているというイメージで、何々の上にというのは間違ってはいないんですけど、くっついていれば上でも下でも構いません。ずーっとどこかにくっついている雲やナメクジを想像してみてください。それがオンのイメージで、もうこの一つ目の前置詞から衝撃だった人も多いはずです。何々の上にとか雑な訳で覚えるのは二度とやめてください。それでは前置詞が一生使えるようにはなりません。その代わりにイメージ化をするようにしてください。そしてたくさん意味があるものは全てイメージから派生させるようにしてください。これこそがイメージ化の最大のメリットです。実はこのオンのイメージ、くっついているというのは壁に蚊がいるみたいに物理的にくっついているだけではなくて、目に見えない抽象的なものにもくっつくと面白いことが起きるんです。例えば I'm here on business なら仕事でここにいるということなので、この写真のように抽象的な仕事という概念にくっついているので、ずっとという活動中、進行中になるわけです。くっついているとなかなか離れていかずに、ずっとという継続している感じがありますよね。だから on and on はずっと、 from now on は今からずっと、他にも on duty 勤務中、 on holiday休暇中などもあります。この進行中の意味が動詞とくっつくと、 he talked on で話し続けた、 they walked on で歩き続けたとなります。さらにこのくっついているというイメージ、心理的にも使われます。例えば depend on 何々に頼るというのも心理的に何かにくっついているから on を使うわけです。さらに on arrival he made a cup of tea 彼は到着するとすぐにお茶を入れた。つまりこれはこのイメージのように到着するという出来事とお茶を入れたという出来事が隣り合わせでくっついているから、何々するとすぐにという意味になるんです。出来事がくっついていたら、一つ目の出来事が終わったら二つ目がすぐに来ますよね。だから何々するとすぐにという意味になるわけです。皆さんが聞いたことがある turn on もくっつくから容易に想像できますよね。電流で回線同士がくっつくから turn on で電源を入れる。オンだから電源を入れるという日本語訳で覚えるのではなくて、電流が流れてる回線同士がくっつくから結果的に電源を入れるという意味になるわけです。日本語訳ではなくイメージから意味なんです。ちなみに反対の意味はオフを使います。オフのイメージは完全に離れている状態です。つまり離れていてくっついていないということです。さっきの例で言うと、電流が回線に離れるから turn off を使うわけです。そしてオフも物理的な意味で使われるだけではなくて、抽象的なものにも使います。例えば I see my girlfriend on and off 彼女に時々会うと言ったら、彼女にくっついたり離れたりしているのだから on and off で時々という意味になります。オフを何々の上に、オフを電気を消すなどと覚えてしまっていたら、時々という意味を絶対理解できないですよね。覚えておいてください。これがイメージのパワーです。ここまでオンとオフと一気に2つの前置詞を説明しましたが、続いてはインです。イメージはこの写真です。立体的に囲まれている感じです。広い感じねって思われた方、インイコール広いというのは完全に NG です。本質は広さではなくて、立体的に囲まれている内部感覚です。立体的に囲まれているのをイメージしてください。だから広くなくたってインを使うんです。例えば There's something in the corner of your eye 目の中に何か入っているよと言ったら、目の中は別に広くないですよね。大事なのは目の中にあるという立体的な内部感覚があるかどうかです。あと他にも We are in love と言ったら、 love という状況にどっぷり使っているイメージです。あとなんで車とかに乗り込むときは in で、バスとかには on を使うのか、こんな風に疑問に思ったことはないですか。それは簡単です。 Get in the car と言ったら、この写真のように車の中に乗り込んで立体的に囲まれている感じですよね。一方で Get on the bus と言ったら、囲まれているという感じよりかはバスはある程度大きいので、バスにぴったりくっついて乗っている感じですよね。だから on なんです。中にはバスにも包まれている感じあるじゃんっていう人もいるかもしれませんが、あくまで英語話者が捉え方次第で前置詞を選んでいるということを覚えておいてください。つまり on を使ったらくっついているというイメージ、 in を使ったら内部感覚というイメージ、これが単純に優先されているというだけです。覚えておいてほしいのは、前置詞の選択は理屈ではなくて、あくまで感じ方の問題だからです。例えば一つの例を表すと、 on a bicycle と言ったら、自転車を囲まれている感覚はなくて、単にくっついて乗ってるだけの感じがしますよね。だから
オナバイスコになるわけ。だから考え方によっては常識的に自転車の中の内部感覚にいるということはありえないので、まずイナバイスコという風には使われないというだけなんで、もちろんイナバイスコという風に言ったら状況は分かりませんが、何か自転車の中に入っているという状況のことを表しているわけです。このように意識の向き方が状況によって全種の選択を変えているだけなんで、これでなんでインなのオンなのって理由がもう分かってきましたよね。少なくとも今までより鮮明に違いが分かってきたと思います。このように全種のイメージが分かれば、なんでここではインで、なんでここはオンなのかが分かってきます。まだまだ序盤です。これからの全種はもっと目から鱗になるはずです。ここまでオン、オフ、インという風にイメージを学んできましたが、イメージをおさらいするとこんな感じです。オンはくっつく、オフは離れる、インは立体的に囲まれている感じです。そして皆さんがオンとインと並んで混乱する、アットはないないにでしょ、簡単じゃん、アットは狭い感じでしょ、こんな風に何の根拠もない覚え方はやめてください。アットのイメージを見せます。全知アットのイメージはこれです。地図上の点です。え、狭い感じするじゃんっていう風に思われた方、広さとか狭さとかは関係ないです。意識すべき大事なのは地図上の点です。ちなみにアットは時間などの抽象的なあらゆる点を含みます。例えば Look at me と言ったら、私を点として捉えて私を見ろと言っているわけです。 in と比較すると分かりやすいんですけど、例えば I met at Tokyo と言ったら、単純に東京を地点としか捉えていないわけです。それ以下でもそれ以上でもありません。逆に I met him in Tokyo と言ったら、東京という街に囲まれている感じがあるので東京の街並みが見えてくるんです。この写真のイメージですね。なのでインとアットの違いは地点などの点なのか、それとも立体的に囲まれている内部感覚なのかということで、よくアットは狭いとかインは広いという解説がなされることがあります。でもこれは全く関係ありません。点か立体的な内部感覚かということで、例えば We areat the gym と言ったら、入り口でも駐車場でもアットの点の範囲内なので面積的には広くなることもありますし、 We are in the gym と言ったらスポーツジムの中なので場所としての面積はアットよりも狭くなったりすることもあります。さっきのインの例でも There's something in the corner of your eye、 目の中に何か入っているよ。それでも目の中って小さいですよね。確かに広い場所にはインが使われやすく、狭い場所にはアットが使われやすいという傾向はあります。なぜなら広い場所の方が囲まれている感じがしやすいからです。しかし本質は結果的に生まれた意味ではなくて、この写真のイメージのようにアットイコール点、インイコール内部感覚と覚えていくんです。もっとわかりやすくするためにこの写真を見てみてください。アットは地図上の点ですよね。インは立体的に囲まれている感じですよね。つまりアットは2次元で、インは3次元ということです。正直これだけ覚えておいても大丈夫です。アットは2次元なので点として捉えられているのであればアットを使いますし、インは3次元なので立体的に囲まれている内部感覚があればインを使うわけです。もう大丈夫ですよね。確認で at the station と言ったら、地図上の点として単に駅にいるんだよっていうことです。つまり実際には駅周辺になりますよね。逆に in the station と言ったら、3次元なので池袋や新宿などの駅構内の中にいるっていうことが想像できます。もう分かってきたのではないでしょうか。じゃあ on は何ってことなんですけど、2次元とか3次元とかではなくて、頂点はくっついてるかどうか否かということです。 in と on は包まれている内部感覚がするのか、それともくっついているのか、これだけのことです。ここまで来て in、 on、 at のイメージが分かったと思うので、もう皆さんなら多くの人を悩ませてきた時間についても容易に理解できると思います。ここもイメージで覚えてしまえば一撃です。 at は点ですよね。ということは at 7:30 みたいに、なぜここで at が使われているか簡単に分かりますよね。時刻ってこの写真のように点と感じられますよね。つまり動きがない正確な時間は点と捉えられるので at 7:30 みたいに at を使うわけです。じゃあ in はどういうイメージだったでしょうか。この写真のように3次元の包まれている感じですよね。つまりこれが時間の概念に使われると、ある程度時間の幅がある時に使われるんです。なぜならその方が包まれている感じがするからです。だから週、月、季節、年などと in the next week、 in March、 in summer、 in 2020 みたいに in を使うわけです。ここでさらなる疑問が出てきますよね。じゃあなんで in the morning、 in the afternoon はある程度時間幅があるから in が使われるのはわかるけど、 at breakfast、 at noon、 at night は時間幅があるのに at を使うのってことなんですけど、これはいろいろな解釈がありますが、イメージは変わりません。 at breakfast 朝食、 at noon 正午、 at night 夜、これは実際には時間幅はあるんですけど、それぞれ in the morning、 in the afternoon、 in the evening の中の at breakfast、 at noon、 at night、 これらは一部分、つまり動きのない点と捉えられているわけ。朝食も朝の一時点、正午も午後の一時点、夜も夕方の一時点みたいに点として捉えられているので、だから at を使うわけです。もうこれで完璧ですね。大事なのは話し手の感覚
覚があくまで一時点として捉えているということです。ちなみにオンのイメージはくっつくですよね。ただの無味乾燥な点としての時刻のアットと違ってオンはくっつくなので、皆さんが普段活動している日にちが意識されるんですね。なぜそうなるのか。先ほどオンのイメージくっつくというところから I'm here on business、 ここで出張中のように進行中や活動中という意味になると言いました。一度くっついてタコみたいにずっと離れないままですよね。そしてこのずっと進行中活動中というところから、僕たちが普段活動していて依存していてくっつきっぱなしの日にちにオンが使われるわけです。例えば On Monday とか On December 15th みたいにオンが使われるわけです。僕たちも日常でやったら何曜日に何日にっていう風に聞きますよね。つまりめちゃくちゃ曜日や日にちに依存していてくっつきっぱなしなわけです。このように普段から僕たちが密接にくっついている感、これが曜日や具体的な日にちにオンを使う理由なんです。それでもアットイコール時刻、オンイコール日、インイコール月年などの暗記はもう不要ですよね。それでは最後にインの用法について一つ問題を出していきます。10分後に戻りますと言ったらあなたはどう英語に訳しますか。答えは I'll be back after 10 minutes とは言わずに I'll be back in 10 minutes という風に言います。ここでよくあるのはインは内部の感覚だから10分以内なんじゃないの、なんで10分後の意味にインを使うのっていうことなんですよね。ここで覚えておいてほしいのは、もちろんインにもいないという用法はあります。例えば He can run 100 meters in 10 seconds、 彼は10秒以内に 100m を走ることができると言えます。しかしインは何々後というのが一般的に使われます。一つ目の理由としては within という前置詞が何々以内という意味を補ってくれているからです。だから何々後は in 専門、何々以内は within と覚えておいても大丈夫です。 within は with のこのイメージに内部感覚の in、 つまり一緒にいてなおかつ同じ内部にいる感じ、ある範囲内にいるイメージです。例えば submit this report within the month といったら1ヶ月以内に提出しろという意味で、このイメージ通り1ヶ月という期間内に提出しろということになります。逆に submit this report in the month といったら1ヶ月以内にという場合もありますけど、ほとんどの場合1ヶ月後にこの報告書を提出してという意味になります。ここ大事なので覚えておいてください。単にこれは注目による違いで、インは期間の中の意識ならいない、期間の最後の意識なら何々語となるわけです。もう少し簡単に言うと10分以内って10分00秒も含みますよね。つまり10分00秒って言い換えたら10分後ですよね。だからインは何々語という意味で使われます。一方 submit this report within the month としたらこのイメージなので何々以内という意味だけになります。よく in と within で混乱する人がいるので、分かりやすい覚え方としては in 何々後、 within 何々以内と覚えてしまっても大丈夫です。ぜひ覚えておいてください。続いての前置詞はみんなの頭を悩ます for です。 for を見たら何々のためと思ってしまった方も多いのではないでしょうか。それだけでは for の使い方で完全に英語学習が積んでしまいます。 for だけでも意味が目的、代償、交換、理由などなど軽く20個以上は超えます。こんなの覚えたくないですよね。じゃあいつも通り何をするのか。もうわかりますよね。イメージ化から派生の意味を理解していきましょう。 for のイメージはこれです。方向です。何かに向かっているわけです。何かに向かっているから目的とか目標という意味になります。 for イコール何々のためにと覚えてしまった人、これでは不十分すぎます。例えば I'm looking for my smartphone、 スマホのために探している、違いますよね。この何かに向かっている矢印のイメージを持つようにしてください。 I'm looking for my smartphone、 私は探している目的はスマホですよね。あと他にも I got on the train for Tokyo とすると東京行きの電車に乗ったと訳されますが、そんなことしなくても I got on the train for Tokyo、 電車に乗った、向かっているのは東京、以上です。この向かっている矢印がそうです。ポイントは向かっているだけなので I left for Tokyo と言ったら東京に向かって出発したとなり、次に説明する to のイメージ、到着点を含んでいません。 for は出発して向かったかどうかだけです。次に説明しますが、少しだけ種明かしすると I went to Tokyo と言ったら向かうだけではなくて東京に到着するのも含んでいます。これが for と to の違いです。話を戻しますが、他の例でも This is for you と言ったらこれはあなたに向けたものです、イコールあなたのためのものと訳されるわけです。向かっている意識ですよね。I'm looking for my key と言ったら鍵に向かって目線が向いているんです。だから探すという意味になるわけです。そしてここからが大事です。実は for は何々に向かっているから何々のためという意味以外に代価交換を表すこともあるわけです。つまり引き換えとかの意味になるわけです。例えば I bought this ring for $1,000 と言ったら1000ドルのためにこの指輪を買ったはなんか変ですよね。正しい訳は1000ドルでこの指輪を買ったとなります。1000ドルの代わりに、つまり1000ドルと交換でこの指輪を買ったという意味になるわけです。
ではなぜ for は何々のためという利益の意味以外に代価交換という意味に派生するのでしょうか。この例文を見てください。 I bought a pen for you。 あなたのためにペンを買ったとなります。この場合はあなたのためにペンを買ったという利益の意味ですが、あなたの代わりにペンを買ったとも意味が取れますよね。今僕なんて言いましたか。あなたの代わりにって言いました。つまりここから代価交換の意味になるわけです。その意味を使って I bought this ring for $1,000 とすると1000ドルと引き換えにこの指輪を買った、つまり1000ドルでこの指輪を買ったとなるわけです。もちろんこの指輪を買った、この指輪の価値が向かう先というのは1000ドルと同じというふうにも考えられます。そして最後に4の一番の難関、何々にしては問題。例えば She looks young for her age、 彼女の年にしては若く見える。これも基本は向かっているというイメージです。ここからが注目です。彼女の年齢に対して向かっているということは、つまり彼女の年齢という範囲においては She looks young、 彼女は若いということです。4の向かう意識が Her age という範囲内でという意味になるわけです。だから4イコール何々にしてはという意味になるわけです。日本語でも何々にしてはというとき、例えば子供にしてはって言ったら子供に注意が向いてますよね。その向いている感じ、つまり4が何々にしてはという意味になるわけです。これで全てが解決です。この写真の4のイメージを掴んでおけば全てが解決するので、ぜひ覚えておいてください。続いては4と混同する2です。これもズバリ2のイメージはこれです。到達するイメージです。4との違いはっていう風に思われた方も多いと思います。ズバリこのイメージです。4はこのイメージで2はこのイメージになります。何が言いたいのかというと、4は向かっているだけで2は向かうだけではなくて到着も含みます。さっきの4でも説明しましたが I left for Tokyo、 私は東京に向かったみたいに4はただ向かっただけなんです。着いたかどうかは分かりませんし、出発して向かったかどうかを表すのが4です。逆に I went to Tokyo といったら、写真のこのイメージなので向かうだけではなくて東京に到着するのも含んでいます。つまり I went to Tokyo は東京に到着したんです。これが4と2の違いです。よく2は距離がないとダメだというふうに言ってる人もいるんですけど、そんなことは全くありません。例えば Attach your photo to the application form、写真を申し込み用紙に添付して、この例だと特に距離は関係ないですよね。むしろくっついています。2に距離は無関係です。大事なのは到達点を含んでいるかどうかです。あと他にも She was bored to death と言ったら、彼女は退屈した、どこまで到達したかというと死ぬほどということで、目から鱗じゃないですか。あと皆さんが混乱してしまう時刻問題、例えば5 to 6と言ったら皆さん何時か分かりますか。これも2のイメージです。5 to 6、 5分が到着する先は6時ということ、6時という時間に対して5分が到着する、つまり6時の5分前、5時55分となるわけです。イメージ化ってすごいですよね。今日はこの写真の到達するイメージです。ぜひ覚えておいてください。次の前置詞は by です。何々までとか習いましたよね。それと一緒に until も学んで、 by と同じ何々までなのに使い方が違くてわけわからなかったっていう経験ありますよね。例えば I'll be here by 7 o'clock、 I'll be here until 7 o'clock、 私は7時までと同じ何々までなのに意味はまるっきり違います。皆さんおそらく学校の先生に by は複数の意味があると言われ、例えば何々までに何々の近くに何々を経由して何々によってと意味どんだけあるんだよっていうふうに思いませんでしたか。一つ質問をします。英語を母国語とするネイティブスピーカーは本当にこのたくさんの意味を一つ一つ覚えているのでしょうか。そんなことはありません。彼らは本質を掴んでいて、文章に置かれてその文脈からこの意味になるよねというふうに理解しているわけです。明確なイメージがあるわけです。じゃあバイのイメージ化とは何なのか。それは何かというと、この写真のように近くにいることです。バイイコール何々によっては何々までと覚えてしまった人もいるかもしれませんが、 nearby や close by などバイが近くという意味でこの表現が生まれたわけです。あの有名だった stand by me も私のそばにいてという意味になります。ちなみに stand by は何々を味方するという意味でも使われます。なんでだと思いますか。応援してくれたり味方になってくれる人は近くにいる人ですよね。だから by を使っているわけです。あとは皆さんが暗記させられてきた by the way、 ところでという表現も、僕たちが通ってる道があって通っていた道の近くに行く、つまりそれるから by the way となるわけ。日本語でも話がそれるんだけどって言いますよね。つまり by the way しているわけなんだ。皆さんが知っているだろう何々によってという意味も、例えば I was attacked by the cat という風にしたら猫によってと訳せますが、何々によってって普通そばにいますよね。だからやっぱりイメージは近く、そばにいることなんで。そしてここからがすごいんですけど、 I was attacked by the cat みたいな受動態で by が使われることによって the cat っていうのが強調されていきます。日本語であえて訳すと、襲われたんだよね猫にねっていう風に猫が強調されます。なんでそうなるのっていう風に思われたかもしれませんが、これも理由は簡単です。 I was attacked by the cat を分かりやすくするために、一旦 was attacked を抜くと
I by the cab. 私は猫のそばにいるという風になります。私は猫のそばにいるわけですよね。何やの近くっていう時、どっちが普通中心ですか？近くに寄られる側が普通中心にいますよね。例えばコンサートで大好きな歌手の桑田さんの近くで見れたっていう風に言う時、中心は誰ですか？桑田さんになりますよね。つまり I was attacked by the cab という風に言う時、私は猫の近くにいるので、この写真のように猫が中心で私がそばにいるので、受動態の by の後の名詞は強調されるわけです。だから話を戻すと、私を襲われたんだよね、猫にねっていう感じになります。受動態の正体も実は皆さんこれで分かってしまったわけです。そして他にも皆さん by を方法手段という風に習ってきたと思います。これもこのイメージ、近くから来ています。 by car とか by bus のように、車でとかバスでという風に使われます。なぜ by を使うのか。 by car なら車で行くとき、目的地に対していつだって車は近くにいますよね。だから方法手段で by を使うわけです。いつだって近くにあるんです。ちょっと脱線しますが、なんで by car にあがつかないか分かりますか？車という方法でというように、何も具体的な車のイメージが話し手にはないからです。後で数えられる名詞のことにも触れていきますが、皆さんが覚えておいてほしいのは、 by car といったときは何も具体的な車のイメージを話し手が持っていないので、 by car という風にあをつけません。また後で名詞のところで詳しく解説していきます。そして最後に、冒頭で説明した受験でもよく問われる日本人英語学習者を悩ます by と until についても話していきたいと思います。例えば I'll be here by 7 o'clock、 I'll be here until 7 o'clock、 これらの違いがわかりますか？イメージ化の前に、これは日本語訳でも一撃でやっつけられます。まず何々までという日本語訳の覚え方が良くないです。皆さんこれで一撃なので聞いておいてください。 by は何々までに、 until は何々までずっとと覚えておいてください。これで全てが解決です。 I'll be here by 7 o'clock と言ったら、7時までにここにいます。つまり7時までのどこかの時点だったらいつでもいいわけです。5時でも6時でも7時までの期限前ならいつでもいいわけです。そして until は何々までずっとなので、 I'll be here until 7 o'clock と言ったら、7時までずっとここにいますとなります。つまりこの写真のように7時までずっとここにいるわけです。簡単ですよね。正直これだけでも受験などは余裕なんですけど、皆さんはなぜこうなるかも考えていきましょう。まずはシンプルなantil から。 until は直前までずっとという意味なんですけど、あとこれは多くの人が知らないんですけど、直前までなので until Wednesday と言ったら、水曜日までなんですけど、水曜日は含みません。つまり火曜日の終わりまでずっとという意味です。これはネイティブによっても違いがあるようなので、頭の片隅に入れておいてください。それでは by の解説に戻りますが、 by はなんで I'll be here by 7 o'clock、 7時までにここにいますという風に言ったら、7時までの時点ならいつでもいいという意味になるのか分かりますか？ by のイメージは何でしたか？この写真のイメージですよね。そばまたは近くというイメージです。でも皆さん思いませんか？近くって人によって感じ方違います。1メートルが近いと感じる人もいれば、10メートルが近いと感じる人もいます。つまり7時までに提出しろと言ったら、期限の近さは人によって感じ方が違うのだから、7時までだったらいつでもいいよという意味になるわけです。中には早めに提出した方がいいなというふうに、4時が7時に近いと感じて4時に提出する人もいるし、そうではなくて6時になってやっと7時に近いと感じて提出する人もいますよね。これと同じです。だから何々までにという風に考えてもいいんですけど、何々の近くならいつでもいいよという意味が by の意味なわけです。だから結果として by には何々までならいつでもという意味が生まれるんです。これで by のイメージを完璧に掴んだと思います。ぜひこの写真のように、近さというイメージから意味が枝分かれしていくので、この写真のイメージだけでも覚えておいてください。次の前置詞は with です。今 with と聞いて、 with は何々と一緒にでしょっていう風に思った人、実はそうじゃないんです。例えば I'm satisfied with the result、 結果と一緒に満足している。 I'm strict with children、子供と一緒に厳しいってなりますよね。衝撃の事実を言いますが、 with はもともと一緒にという意味ではなかったんです。むしろ逆です。 with は対立を表す against、 方向を表す toward として使われていたんです。だから I'm satisfied with the result、 結果と一緒に満足しているではなくて、結果に対してまたは結果に向かって満足しているということなんです。 I'm strict with children、 子供と一緒に厳しいではなくて、子供に対して厳しいということなんです。なんとなく対立の against、方向の toward の感じが伝わりますよね。だからここから with に何々に関してとか何々についてという意味があるだけなんです。でもこれは単純にこの against のイメージと toward のイメージを持っていたので、何々に対して、つまり何々についてという意味があるだけなんです。これだけでも目から鱗だとは思いますけど、さらにここからが大事です。 with には一方通行の関係とはいえ、ある人や物に対して関係はあるわけです。だから離れていた環境が一緒になることもあるわけです。一方通行とはいえ、つながり
りはあるので、よく漫画でも最初は敵だと思っていた人が仲間になったり一緒に行動したりすることはありますよね。これと同じです。一言でまとめると、一方通行の場合もあるけど共に行動するようになる場合もあるということで、だからここで初めて皆さんご存知の何々と一緒にという意味が生まれるんです。皆さんが気になるウィズのイメージはこれです。繋がっているイメージです。でも繋がると言ってもカップルみたいに一方通行の時もあれば、一緒に仲良くいることもあれば、一緒にいても仲良くない時もあるんです。だから I'm strict with children、 子供に対して厳しいというように一方通行の関係もあるし、 I play soccer with my friends、 友達と一緒にサッカーをしたというように一緒にいて仲良い時もあるし、 I fought with my friend、 友達と喧嘩したというように一緒にいても仲悪い時もあるわけです。一見友達と一緒に協力して違う人と喧嘩したとも取れますが、ほとんどの場合私と友達が敵対している場合が多いです。まとめると、一方通行か一緒にいるか、これだけ覚えておいてください。この2つさえ理解できれば with は楽勝です。よく道具の with と言われますが、これも簡単に理解できます。例えば I eat fish with chopsticks と言ったら、箸と一緒に魚を食べるのではなくて、常識的に考えると人と物が物理的に一緒という時は物を持っている時ですよね。箸でとか箸を使ってという意味になります。他にも I like girls with blonde hair と言ったら、女性はブロンドの髪と物理的に一緒にいる、つまり長いブロンドの髪をした女性ということになるわけです。さらに I have no money with me だったら、物理的にお金が私と一緒にいない、つまり今はお金はないという意味になるわけです。 I have no money だけだったらいつもお金ない人という意味になるんです。だから money with me のように、実は with me があることによってまさに今手元にお金がないということを表せるわけです。 with のこの繋がっているイメージ、そして元々は against、 toward という意味で使われていたというのを覚えておいてください。次はオブ。オブをないないのと思っている人、今すぐやめましょう。本当に英語が読めなくなります。実はオブってもともと14世紀よりも前にオフと同じ分離の意味しかなかったんです。そしてその後オブからオフが生まれました。オフは先ほど説明したように分離の意味だけを持っていて、その反面オブは分離だけでなく所有の意味を持つようになったんです。皆さんが覚えておいてほしいのは、オブイコール所有または分離という2つの意味があるわけです。ほとんどの人がこれを知らないと思います。イメージで表すとこれです。離れてはいるんだけども繋がっているイメージです。つまり離れる前は一部分だったので所有の意味で、離れた後はオフと同じ分離の意味を持っているわけです。この繋がっているイメージを持っておけば全ての表現が解決できます。まずは皆さんのおなじみのオフの所有の意味から、例えば This is the last chapter of the book と言ったら本の最終章と訳せますが、このイメージ通り最終章は本の一部なわけです。何個も章があって最後の一部ですよね。しかもこのオフ、同時に最終章が本から離れている感じもありますよね。一部ではあるけども、それが独立して離れてもいますよね。このように一部分であり、なおかつ分離のイメージを持つのがオブなんです。さらにここからが面白いです。先ほどの例を使って言うと、本の最終章ということは、最終章はもちろん本の一部分ですよね。つまり最終章は本そのものですよね。だからよく皆さんが混乱してしまう、材料で性質の変化がない、 This chair is made of wood、この椅子は木からできているというふうにオブを使うわけです。これ意味がわかりますか？だってこの椅子はもともとこのイメージ通り大きな木の一部分で、木そのものですよね。なぜならそこから加工などして離れてきたわけですから。もちろんそのものなので材質そのものは変わらないですよね。だからこのイメージ通り材質が変わらない時には This chair is made of wood を使うわけです。ここまでが所有とか部分とかという意味でしたが、もちろんオブにもオフと同じ分離の意味があります。これはこのイメージのオフと同じです。オブをないないのというふうにしか思ってない人は英語が読めなくなってしまいます。オブは分離の意味を持っているので、例えば I'm independent of my parents と言ったら親から離れている、つまり親から独立しているという風に使えるわけです。しかもこれもともと親の所有だったところから離れるから、このイメージにぴったりなのでオブを使うわけです。目から鱗ですよね。疑問だとオブ、一撃で理解できたと思います。続いての前置は from。 これのイメージはズバリこれです。起点から離れるということです。出発点に焦点があるので、そこからは離れているということが多いのが from です。例えば I live far away from my school と言ったら、学校を出発点として遠くに住んでいるわけです。ポイントは出発点に焦点があり、そこからは離れているというところです。だから cheese is made from milk という時は、チーズはもうミルクからだいぶ離れているので、その間にいろいろな工程があったんだなと捉えるわけです。だから原料の時は from を使って材
材料で性質が変わっていないものはオブを使うと言われるわけです。もう一度まとめると、クロムは起点から離れているというイメージなので距離感があります。その距離感がその間に魅力が加工されるなどの工程が想像できるわけです。だから性質そのものが変わって見た目では判断できないとき、原料が何からできているかを表すときに It is made from milk。ここにフロムを使うわけです。そして皆さん気づきましたか？チーズはミルクから作られているというように、ミルクからという出発点に焦点が当たっていますよね。チーズは魚でも肉でもないミルクなんだという出発点に焦点が当たっているからフロムを使うわけです。そしてここからが一番大事だ。オブとフロムの違いは、オブはこのイメージ通りそのものの一部分だったり本体から離れるというイメージなので、 This chair is made of wood。 この椅子は木からできていると言ったら、椅子がもともと木から離れて作られたイメージです。木から離れて作られているので、椅子自体も木なのは当たり前ですよね。だから材質が変わらないときはオブ、原料のように距離感があり見た目では判断できないとき、原料が何からできているかを表すときにはフロムを使うわけです。ぜひ覚えておいてください。ここからは名詞編ということで、皆さんが必ず中学校でつまずく数えられない名詞と数えられる名詞について解説していきます。いや、そんな名詞の扱い方なんて簡単だよっていうふうに思った方、おそらくそう思った人の 99% の人が勘違いして覚えてしまっています。なので間違いないように今すぐ知識を修正していきましょう。まずは数えられない名詞について触れていきますが、今まで皆さんは数えられない名詞は抽象的で information、water などですと言われて暗記してきたと思いますけど、それでは正直不十分ですし、これは単なる暗記勝負になります。この概念の例えば I call a cold、 風邪をひいたというのは、風って抽象的で数えられないはずなのに、なんで A cold みたいにあがつくのって思ってしまいますよね。こんな風に英語学習開始直後に挫折してしまうことになるわけです。本質を掴んでないとこの時点でもう英語無理ってなりますよね。名詞の扱い方にもしっかりとした本質があります。それを早速説明していくと、数えられない名詞というのは具体的なイメージがないということで、逆に数えられるのは具体的なイメージがあります。 I call a coldは後で説明するんですけど、大事なのは具体的な決まった形がなければ名詞は数えることができないということで、例えば僕たちが話をしていて頭の中に具体的にイメージできないものは数えられない名詞になります。先ほどの information、 情報、 water、 水というのは頭の中にこれっていう具体的なイメージや形がないですよね。 information、 情報というのはこれっていう形がないから数えられません。 water は一見このようなイメージが浮かぶかもしれませんが、それは a bottle of water のボトルのイメージになります。ボトルは決まった形があるので数えられます。なので勘違いしないように気をつけてください。他にも gas、wine、steam みたいに手でつかめないもの、 happiness、time のように目で見えないもの、 beef、cheese、ice のように切ってしまっても機能そのものが損なわれないもの、 furniture、money、baggage のように総称したもの、これらは全て数えることができません。結局決まったこれっていう形がないわけです。具体的なイメージがないというのは、言い換えると決まった形がないとも言い換えられます。ただそれだけなんです。このルールが結局いろいろな単語に当てはまると意味がその本質に合わせて決まっていきます。例えば information、 情報、 water、 水というのは頭の中に具体的なイメージや形がないですよね。 gas、 wine、 steam、 これも煙とか液体とかはいろいろな形に変わってしまいますし、決まったこれっていう形はないですよね。 happiness、 time、 これも決まった具体的な形はありません。 beef、 cheese、 ice、 これは一見形がありそうなんですけど、切ったりできるので、つまり決まったこれっていう形がないわけで、いろいろ変化してしまいます。 furniture、 家具というのは全体を表す名詞になっちゃうので、これっていう形はないですよね。 money、 お金というのも一見数えられそうなんですけど、お金は総称であって数えられるのはお札、 bill、硬貨、コインになりますからね。確認ですが、お金という総称は数えられません。日本語でもお金一つ二つって数えないですよね。それよりも硬貨とかお札が1枚2枚というふうに言います。次は baggage、 これも手荷物全般なので数えられないですよね。ここから分かるように、これらの単語は決まった形がないわけですから、イメージ自体にも具体的なイメージは生まれません。よく切ったりしても機能が損なわないものは数えられないって言いますが、そんなの当たり前です。切ったりしても機能が損なわれないってことは、具体的にこれっていう形がないってことなんで、切っても関係ないので全然数えられないわけです。そしてここからがかなり大事なんですけど、あや S をつけないことでぼやっとした感じを出せるわけです。よくこの名詞は数えられる、この名詞は数えられないと言いますが、逆の発想が必要です。正しくはこの名詞だから数えられる、数えられないではなくて、あや S とかの関詞がついていなかったり、ついていたりするかによって具体的なイメージがあるないかが決まってくるんです。つまり逆算思考なわけです。例えば優しさって kindness と言って関詞をつけないんですけど、 a kindness と言ったら
から親切な一つの具体的な行為という意味になります。この感覚わかりますか？この単語は数えられない名詞、この単語は数えられる名詞という思考ではなくて、すべては数えられない名詞、数えられる名詞になりうると覚えておいて、あとかをつけない、数えられないなら曖昧なぼやっとした漢字としての意味、あをつけて数えられるなら具体的な漢字としての意味、こんな感じでこの名詞は使われているんだなと考えるのが大事です。例えばなんですけど、 A kindness、 だから優しさという意味のぼんやりとした意味ではなくて、あがつくってことは何か具体的なイメージがあるから使われているんだな、だからこそ親切な具体的な行為の意味として使われるんだな、こういった思考が大切です。この単語イコール数えられない名詞ではなくて、数えられないから曖昧な意味になる、数えられるから具体的な意味になる、この逆算思考なんです。これだけでもかなり衝撃的だったと思います。もうこれは数えられる数えられない名詞とか考える必要はありません。数えられたら具体的な意味、数えられないなら決まった形がない意味という風に捉えるんです。ここでよくある質問で、数えられる名詞は具体的な形があるもので、数えられない名詞は形がイメージできないものとして school、bed、church などの数えることができる名詞でもあるはずなのに、なぜ go to school、 go to bed、 go to church みたいにあや s がつかない無関心なのでしょうか。これを考えたことありますか。まず一つこれを覚えておいてください。数えられる名詞が無関心になる場合は、2つの意味を表す場合に使われます。それが1つ目量、2つ目目的になります。1つ目の量の例だと、例えば an apple と apple であれば、 an apple はここまで見たので分かりますよね。 an がつくので具体的な形、つまりリンゴ丸ごと1個なわけです。もし apples ならその1個のリンゴが複数あるというわけです。一方 apple は無関心なので量を表します。量というのはつまりアップルジュースだったり、サラダの中などのアップルだったりします。もちろん果肉のアップルとかでもいいですよね。大事なのは無関心だからこの意味になるというよりかは、無関心で数えられないから結果的に量がはっきりしないので、量で表すことができるアップルジュースなどになるということなんです。本質から意味への枝分かれ、本質から意味への枝分かれ、これが非常に大切なので覚えておいてください。あとこれは有名な例なんですけど、 A chicken と chicken の違いなども、 A chicken は鶏丸ごと1羽、 A がつくので具体的な形、つまり鶏丸ごと1羽となるわけです。チキンであれば量なので、チキンジュースはさすがにないと思いますが、量で表すことができる鶏の一部などの鶏肉とかになるわけです。このように常識的な範囲内で量になるものが無関心の意味になります。それでは本題である丸2の目的はどういう意味になるかというと、先ほど説明したゴールスコー、ゴールベッド、ゴールチャーチは全て学校やベッド、教会などのもの自体ではなくて、2つ目の目的を表します。つまりゴールスコー、学校の目的、つまり勉強しに行く、ゴールベッド、ベッドの目的、つまり寝ること、ゴールチャーチ、教会の目的、つまり祈ること、こんな風な意味になるわけです。他にもバイバースとかも、なぜアなどの監視がつかないかという質問が来るんですけど、バスという手段でというように、バスそのものが具体的にイメージされているわけではなくて、バスに乗るという目的を表しているから、バイバースという風にあがつかず数えません。 at table 食事中で、 at sea 航海中で、このように訳はどうであれ、大事なのはその使う名詞の目的になるということを覚えておいてください。ここまで数えられる名詞と数えられない名詞の理解がかなり進んだと思います。でもここで皆さんがどうしても悩んでしまう、ザはどのように使うのか、これも説明していきます。これもイメージと本質をつかめば一撃です。ザの本質を一言で表すと、みんながピンと常識的に共通認識できるもので、日本語で言うとあれだよあれみたいなニュアンスがザにはあります。よく前に出てきた名詞がもう一度出てきた時にザを使いますと習いますが、それは残念ながら本質ではありません。例えば I have a pen. The pen is、ペンを持っていて、そのペンはという時にザを使うと習いますが、みんながどう見てもその人が持っているペンのことなのでザを使います。つまりみんながピンと常識的に共通認識できるものだからザを使うわけです。よく文脈からそれって決まるとか、その場の状況から一つしかないとか、いろいろな解説がなされますが、もっと単純に考えましょう。常識的に共通認識できるものにザがつきます。そして正確に言うと、常識的に共通認識できると思われるものにザがつきます。この思われるものというのがかなりポイントで、よく楽器とかで the piano みたいにザがついて楽器のザみたいに言われますが、これも本質ではありません。結局このイメージみたいに、楽器は常識的に共通認識できるこの黒のピアノが想像できますよね。だからザがつくわけです。あと他にもバスといった時に、ピアノみたいにこれっていうバスが想像できないですよね。中には単語によってはこれって常識的に共通認識できないよっていう人もいるかもしれませんが、ここで先ほど言った常識的に共通認識できると思われるものというのがポイントになってくるんです。もう一度言います。
います。常識的に共通認識できると思われるものに座がつくというのが大事です。なぜ思われるものというのを強調したかというと、常識って人によって違いますよね。そして共通認識できるのも人によって違います。だから常識的に共通認識できると思われるものに座がつくんです。例えば The Sun, The Earth, The Moon などは常識的に考えて共通でこれって認識できると思われるものなので座がつきます。なので皆さんは座が使われたら常識的に考えて共通認識できるもの、そして厳密には常識的に共通認識できると思われるものに座がつくと覚えておいてください。よく特定のものに座がつくと言われますが本質ではありません。その証拠に先ほどの The Piano も決して特定のものではないですよね。みんながピンと共通認識できるから座が使われているわけです。そしてここまで説明しておきながら一言言わせてもらうと、僕からするとここまでの解説はよくある解説です。皆さんも共通認識というのは本などで見たことがあると思います。ここからは実際に言語オタクのネイティブスピーカーの友達と議論した結果、どのような解釈が一番いいのかを話していきます。結論から言うと、座は共通認識として思われるものと覚えておいていいんですけど、もっと深掘って正確に言うと、座は話し手が聞き手に対して常識的にこれわかるよねっていう意味を含めるときに座を使うと覚えておいてください。これちょっと高度な話なんですけど、先ほど常識的に共通認識できると思われるものに座がつきますと言いましたが、そもそも話し手と聞き手の常識って違いますし、必ずしも話し手の指してるものが聞き手にわからない時ってありますよね。日本語でもあの例の映画の話なんだけどさといった時の、あの映画ってなんだっけってなったことありますよね。つまり座というのは話し手が常識的に私が話していることわかりますよねというメッセージが入ってる時に座を使うんです。僕これネイティブスピーカーに直接教えてもらってかなり勉強になったんですけど、だから The Sun, The Earth, The Moon, The Piano とか言ったらわかるよね。あの太陽だよ太陽、あのピアノだよピアノっていう、普通この状況からわかるよね、普通共通認識できてるよねという時に座を使うと覚えておいてください。その解説はどこの本にも載っていないと思うので衝撃だと思いますが、だって共通認識って言われても聞き手にとって必ずしも認識できるものとは限らないですよね。だからこそ僕は言語研究が好きなのでずっと探求してきて、やっと見つかった答えが、座は話し手が聞き手に対して常識的にこれわかるよねという意味を含める時に座を使うということで、もっと簡単に言うとあれだよあれっていう気持ちです。ぜひ覚えておいてください。一応解説しますが、座プラス複数もそこまで難しくはなくて、例えば The United States of America, The Philippines などよくグループとか特定の集団とか言われるんですけど、ピンと常識的に共通で認識できる複数のもの、ただそれだけです。 The cars と言ったらネイティブにとっては、あなんか特定の車の集団みたいにその場で共通で認識できるあのグループだよあれあれみたいな感覚があると、そういうイメージを持ちます。ぜひ覚えておいてください。そして最後に冒頭で話した I caught a cold、 風邪をひいたの風邪になぜあがつくのか、これを話していきます。本来なら風邪って目に見えないですよね。でもあがつきます。これはなぜ使うかわかりますか。理由は、風邪ってある時風邪をひいて治ってという一定の期間がありますよね。このイメージから一定の期間、具体的なイメージができるわけです。だから I caught a cold という風にあがつきます。他にも I took a rest というのも、休憩という始めと終わりの区切りがあるから、休憩という一見数えられなそうなものも数えることができます。なので何度も言いますが、数えられるかどうかというより具体的なイメージができるかどうかというのが大事です。先ほど話したこの単語イコール数えられない名詞ではなくて、数えられないから曖昧な意味になる、数えられるから具体的な意味になる、何か決まった形があるんだな、この逆算思考ですよね。この場合コールドが数えられる、つまり具体的な形、風邪をひいて治ってという具体的な一定の期間があるからあがつくんだ。 Arrest という休憩にも、始めと終わりの区切りという具体的な一定の期間があるからあがつくんだ、この思考ですよね。そして Time、 時間というのも数えられる場合があります。時間って本来見えないものですよね。なので数えられない場合でも普通に使われます。例えば I don't have time、 時間がないというのも普通に使われますよね。このように時間は基本的には目に見えない、具体的なイメージがないので数えられません。でも Times のように複数形にして数えられるケースがあります。これはなぜだと思いますか。ここでも逆算思考を使ってください。考えてほしいんですけど、時間が何個も区切られたものって何だと思いますか。一定の期間で区切られたものです。一定の期間で時間を区切るというのは時代のことです。江戸時代、明治時代、大正時代みたいに一定の期間がこのイメージのように区切られますよね。だから times みたいに数えることができるんです。皆さんここで覚えておいてください。何度も言いますが、この単語は数えられない、この単語は数えられるという発想ではなくて、全ては数えられる名詞、数えられない名詞になりうると覚えておいて、
無冠詞で数えられないなら曖昧な漢字としての意味、あや S などがついて数えられるなら具体的な漢字としての意味というようにこの名詞は使われているんだなと考えるというのが大事です。つまりさっきのケースだとタイムがタイムズと出ていて時代という意味が分かってなんで数えられるのっていうようにはならずに、数えられるということは時間が具体的になるんだな、なるほどということは時代は確かに数えられるから OK だな、このような思考を持つことが大切です。このように無冠詞なら形のないものを想像する努力、あとか S がつくなら形があるものを想像する努力をしてください。ここまで聞いて今までの数えられるものにはあと S がつきます、数えられないものには何もつきません、こんな風に言われていた頃よりはるかにマシになったと思います。ぜひ覚えておいてください。続いては代名詞です。代名詞はたくさんあるんですけど、特に質問を受けるものだけ説明していきます。まずは it です。 it ってそれはって意味でしょ、簡単じゃん、こんな風に思ったかもしれません。じゃあ質問です。 it's sunny, it's sunday, it's 8 o'clock、 これらを全部それはと訳すんでしょうか。それは晴れです、それは日曜です、それは8時です、どれも違いますよね。なので it イコールそれはというのは NG なんです。ズバリ結論から言うと it はその場にいる人が何を話しているか共通認識できるもの、こういう時に it を使います。だから it's sunnyで晴れという天気の時に使えるわけ。その場で晴れって言ったら it って天気のことしかないですよね普通。 It's Sunday なら日曜でって言ったら it は曜日のことですよね普通。 It's 8 o'clock 8時だよって言ったら it は普通時間のことしかないわけです。その場にいる人が何を話しているか共通認識できるもの、だから it を使うわけです。もちろん今まで教わってきた What is that? と言われて It's aという時も it もその場にいる人が何を話しているか共通認識できるので使えるわけです。別にそれはという日本語だから it を使っているわけではありません。本質の it を掴んで結果的にそれはという意味になっただけ。なので it イコールそれはと覚えるのではなくて it イコールその場にいる人が何を話しているか共通認識できるもの、結果として訳す時にそれはとたまたま訳されるだけです。そして僕先ほど it の説明で何と言いましたか。 it はその場にいる人が何を話しているか共通認識できるものと言いました。何かに似てませんか。そう、ザと本質が似ているんです。これはどこの本にも載っていないのでびっくりするかもしれませんが、ザの共通認識と it の共通認識は使われ方は違うにしても似ています。この感覚ぜひ覚えておいてください。そして it の使い方が分かったところでよくある質問にも答えていきます。よく it と one ってどう違うのっていう人がいるんですけど、皆さんは分かりますか。どちらも代名詞でしょう、単語の代わりになるものでしょう。これだけしか知らない方、それだと使い分けることができません。この違いが一撃で分かる例文があります。まずは it を使います。Lost my key, but luckily I found it. 鍵をなくしたけど幸運なことにそれを見つけた。続いては one を使います。I lost my key, so I have to buy one. 鍵をなくしたから鍵買わないととなるわけです。違い分かりますか？これはなくしたその鍵を見つけたってことですよね。つまりなくしたその鍵自体を見つけたということで。一方 one の方は I lost my key, so I have to buy one. 鍵をなくしたから鍵買わないと。というふうに鍵は鍵なんだけども違う鍵になります。つまり分かりやすく説明すると、it は前に出てきたものそのものなんだけども、 one は前に出てきた単語の代わりだけで違うものになります。これはよくある質問なので答えさせていただきました。ぜひ覚えておいてください。次は時制です。みんな一度はつまずいたことがあると思います。僕自身も何十冊と本を読んできて、本当の意味で時制をやっと使えるようになったので、ぜひ皆さんは遠回りせず一撃で時制を理解するようにしてください。目から鱗の内容になるはずです。まずは現在形から説明していきます。まず衝撃の事実を言いますが、現在形は皆さんが思われている現在形ではないんです。どういうことっていうふうに思われるかもしれませんが、現在形は今まさにしていることを表しているわけではありません。ちなみにそれは現在進行形です。なので現在形は今日解明しようと思うんですけど、正確に言うと現在形は過去、現在、未来で起こる形になります。何かが安定していつも起こっているということです。今まさにしていることを表す現在進行形とは大きく違います。例えば I go to school なら過去も今も将来も学校に行くということ。 I go to church なら過去も今も将来も教会に行くということ。 The earth goes around the sun 過去も今も将来も地球は太陽の周りを回っているということ。もうわかりましたよね。つまり過去、現在、未来で起こるものに対して現在形を使うんです。 The earth goes around the sun。これは普遍の真理などと言われますが、すべて忘れてください。いつも起こっていれば現在形が使えるんです。だから習慣とかでも現在形が使われるのはそういうわけです。だから習慣とか普遍の真理とかとは覚えずに、過去、現在、未来で起こる形と覚えておけば大丈夫です。みんなが知っている英文でも I'm a teacher と言ったら先生ですということですが、過去、現在、未来で起こるわけですから、今の職業とかを表すときに使えるわけです。実は普段使っている現在形はこのような意味が実はあったわけです。もしかしたらみんなが
か使ったことがある I play soccer というのも過去現在未来で起こるのでサッカーを趣味とか仕事でしているというふうに結構真剣な感じの響きにもなることだってあるんです。ここでよくある質問が現在形が未来形で使えるのなんでっていう人がいるんですけど、はっきり言うんですけど決して未来形で使ってるわけじゃないんです。例えば The bus arrives at 5バスは5時に来ますと言ったら未来形ってわけじゃなくて単純に過去も現在も未来も5時に来るということを言ってるだけなんです。だから結果として5時前に例えば友達に The bus arrives at 5バスは5時に来ますっていう風に言ったら文脈上未来っぽく使ってますよね。でもこれってよく考えたら日本語でも例えば4時30分にそのバスいつも5時に来るよって言ったら文脈的には未来の意味になりますよね。でもこれって別に本人は未来で使ってるわけではなくてそのバスいつも5時に来るよと言っているだけなんです。これ面白いですよね。結果的な文章の意味を見て未来形と判断してしまうのが僕たち日本人学習者です。そしてそうやって学校でも教わってきました。僕たちが見るべきなのは文脈に置かれた結果論ではなくて本質の幹の部分をしっかりと掴んでから枝葉の部分も意識していくという感じです。そして皆さんが英語学習で混乱してしまうたった一つの理由はありとあらゆる文脈の結果論から覚えてしまうからややこしくなってしまうんです。本質を今回みたいに覚えて文脈に当てはめるようにすれば今まで教わってきたただの結果論の未来で使われる現在なんて覚える必要はないんです。本質を覚えて結果的にはこうなるよねぐらいでいいんです。話を戻すと現在形のよくある解説は現在形は未来でも使えると本に書いてあるんですけどそれは正確ではありません。あくまで過去現在未来に起きますよと言っているだけです。本質から文脈としての意味、本質から文脈としての意味、これを何度も頭に叩き込んでください。現在形は未来形でも使えるなんて覚えるとじゃあ現在形と未来形の違いは何とかって出てきてしまうのでもうこの覚え方はしなくて大丈夫です。皆さんが覚えるべきなのは現在形は過去現在未来で起こる形とだけ覚えておいてください。そして最後によくある質問に答えた現在形の説明を終わります。よく実演とか道案内とかで例えばマジシャンが I shall follow cardとか道案内とかで Go straight, turn right, turn left などのように現在形を使うのはなぜですかという質問が来るんですけど、これも同じです。過去現在未来で起こっていることだから使っているわけです。マジシャンがシャッフルしたり道案内とかはいつも変わらないことですよね。シャッフルはいつもマジックの前にルーティーンでしていることですし、道案内も目的地があるとしてそこの場所から目的地までの道が変わったらまずいですよね。このように過去も現在も未来も変わらない安定した感じそのものが現在形なんです。ぜひ覚えておいてください。あと他にも I feel cold in bed at night、夜ベッドの中は寒いと言ったら、これって今だけのことじゃんっていう人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。これは話しては今に始まったことではなくてずっと前もベッドの中は寒くてこれからも寒いということですし、単純に夜のベッドは寒いといういつも寒いということを表しているわけです。現在形は過去現在未来で起こる形、このように覚えておいてください。次は現在進行形です。これもほとんどの人が間違った覚え方をしているので注意が必要です。よく進行形にできる動詞とできない動詞があるとどの参考書にも書いてますが本質ではありません。正確にはすぐに始めたりやめたりできる意味のある動詞は現在進行形にできて、そうではない単語は現在進行にできないというのが正確です。キーワードはすぐに始めたりやめたりできる意味のある動詞です。その僕が強調した意味のあるというのがポイントなんです。よくハブは一般的には進行形にできないとか言われるんですけど、食べるという意味では I'm having dinner という風に言えるんですね。でもハブは進行形にできない動詞と習ったりします。でも I'm having dinner みたいに例外があると言われて英語が急に分からなくなってしまうんです。本質的なことを言うと進行形にできる動詞、できない動詞という説明自体が間違っているんです。この説明だと混乱してしまいます。本質はすぐに始めたりやめたりできる意味を含む動詞は現在進行形にできますし、含まない単語は現在進行形にはできないというだけです。その証拠にハブには食べるという意味がありますが、この食べるというのはすぐに始めたりやめたりできるので I'm having dinner という風に進行形にできます。もし進行形にできる動詞、できない動詞という説明を受けてしまうと、このような例に出くわすと一気に混乱してしまいます。だからハブが進行形にできない動詞と決めつける発想ではなくて、ハブには進行形にできる意味が存在するというのが正確です。逆に進行形にされていたら、あ、この単語の意味は始めたりやめたりできるという意味なんだなと、こんな風にも理解できます。このように動詞そのものに注目ではなくて動詞の意味に注目してください。だからこの動詞は進行形にできるできないという発想はもうやめましょう。話を戻
その人すぐに始めたりやめたりできる動詞は進行形にできます。例えば play も I'm playing soccer、 サッカーをすぐに始めたりやめたりできますよね。だから現在進行形にできるんです。勉強するとか料理をするとか途中で始めたりやめたりできますよね。よく動作動詞と言われたりしますが、途中で始めたりやめたりできる行為であれば現在進行形にして大丈夫です。だから No 知るというのは進行形にできないのは分かりますね。状態動詞とよく言われますが、簡単に考えましょう。 I know you といってあなたを知ったりいきなり知らなかったりできますか？できないですよね。記憶喪失でもなければできません。この感覚分かりますよね。ここで注意なのは、脳が進行形にできない動詞という発想ではなくて、脳は進行形にできる意味を含んでいない動詞なんだなというのを理解してください。そして進行形にできる意味を含んでいない動詞だから結果的に進行形にできないというだけなんです。だから脳イコール進行形にできないんだっていう風に決めつけるのではなくて、だから動詞を見るのではなくて動詞の意味を見るようにしてください。他にも think もよく進行形にできないと言われますが、そんなことはありません。考えるという意味では途中で考えたり考えるのをやめたりできますよね。だから考えるという意味では I'm thinking about you などと言えるわけです。そして逆に考えると、 ing をつけて現在進行形にすれば途中で始めたりやめたりする意味として使えるわけです。これも数えられる名詞と数えられない名詞の時と同じ逆算思考です。そしてもう分かった人もいるかもしれませんが、進行形の本質は一時的状態を表すことです。 I'm playing soccer と言ったらサッカーを今一時的にしているということらしい。 I'm running the park と言ったら今一時的に走っているということになるわけです。だからもし I live in Japan を I'm living in Japan と言ったら出張や旅行など一時的に住んでいるとなるわけです。ちなみに普段使う I live in Japan というのは先ほど出た過去、現在、未来でも住んでいるので一時的ではありません。よくここで I live in Japan と言ったら進行形なのに住むことは始めたりやめたりできないじゃん、矛盾してるという人がいるかもしれませんが、ここが状態動詞と動作動詞の違いなんですね。ランなどの動作動詞なら始めたりやめたりできるんですけど、 live みたいな状態動詞があえて進行形になった場合はそもそも状態動詞なので始めたりやめたりはできません。だから代わりに一時的状態の意味だけが足されます。なんかちょっと難しいことを言ったように聞こえますが、進行形になっていれば一時的状態を表して、もしそうでなくて現在形が使われていれば過去、現在、未来形とだけ覚えておいてください。そしてこの一時的状態の意味を他の例でも使うと、一時的な感情を出したような ing をつけて現在進行形にしてしまってもいいんです。例えば、he's being kind と言ったら he's kind との違いは分かりますか？ he's kind は現在形なので過去、現在、未来でも彼は優しい、つまりその人の性格のことを言っているわけです。逆に he's been kind 一時的に優しい、つまり彼って今日やけに優しくないという怪しさなども出せます。よくこういう場面ありますよね。今日なんか彼機嫌良くないとか、今日なんか彼優しくないとか、こういう状態ありますよね。まさにこれが he's been kind みたいに ing をつけて現在進行形にできます。そして少し応用も出していきます。 the train is stopping、この意味は何だと思いますか？ちなみに意味は電車が止まっているではないですからね。進行形の直訳、ないないにしているに惑わされないようにしてください。じゃあどのような意味になるのか。止まるの一時的状態。結論から言うと、動いているものが止まるまでのその瞬間の一時的な状態ってどういう意味になりますか？止まりかけているですよね。このように動いている状態から止まるみたいな瞬間的な意味を含む動詞は、ないない仕掛けているという意味にもなります。他にも死ぬという意味の die も I'm dying となると死にかけているという意味になります。死んでいるではないですからね。ちなみにそれは状態なので普通に I'm dead という風になります。ぜひ覚えておいてください。そして最後によくある質問に答えて進行形の説明を終わりにします。よく進行形は近い未来に使われると言われるけど、なんで進行形が使えるのっていう風に思う方がいると思います。これも複雑に考えなくて大丈夫です。例えば I'm going to Osaka tomorrow と言ったら大阪に行きつつある、つまり今もう進行してしまっているわけです。よく準備ができていて確実な未来とか言われますが、そんなの当たり前です。だってもう大阪に行くためにチケット買ったり荷造りしたり、もうすでに進行して行きつつあるわけですから。だから進行形は近い未来などと覚えるのではなくて、そのまま考えましょう。今もう準備が進行しているんで簡単ですよね。ぜひ覚えておいてください。次は現在完了形で、ほとんどの人が結局現在完了形って何っていう風に思った方も多いと思います。まずは一言で言うと、現在完了形は have プラス格分詞、過去に起きたことを今持っている、ただこれだけなんです。なので現在完了形は今に焦点が当たります。今後によく完了形はないと言われるんですけど、それは嘘です。普通に僕たち使ってます。じゃあ現在完了形はどのように使われるかというと、間接的に意見を使いたい時に便利です。例えば親に、なんで勉強しないでテレビ見てるのって言われたら、日本語でも宿題終わったよ
よって言ってますよね。直接的にテレビ見たいからとは言わないですよね。もし言ったら怒られます。そう、現在完了形は間接的に遠回しに過去に宿題終わった、だから今テレビ見てるのという過去に終わった結果今どうなのっていう現在に焦点が当たった表現なんだよ。だって普通なんでテレビ見てるのって聞かれて宿題終わったって答えになってないですよね。つまり過去に宿題が終わってだから今テレビ見てるのという状態を表せるわけです。このように現在こうなった理由を遠回しに説明しているのが現在完了なんです。ここからが面白いんですけど、日本語で例えば寝坊したと言ったら単純に過去に寝坊したという過去の意味と、寝坊してだから今会議に遅れているんだっていう現在完了形の意味両方で使えますよね。英語は I overslept という過去形と I have overslept という現在完了形を分けて表現します。現在完了形イコール過去に起きて今どうなったか、これだけで大丈夫です。よく継続完了結果経験という用法があると言いますが、全て忘れてください。文脈で結果としてこのような意味になるだけであって、ネイティブスピーカーがわざわざこれを頭で考えてるわけがないんですよ。もちろんネイティブスピーカーも聞かれたら継続完了結果経験という風に使われてるよね、こんな風に理解できますが、これも彼らは結果論として知っているんですけど、本質の部分を押さえています。なので現在完了形は過去に起きて今どうなったか、これがイメージです。その証拠に have プラス過去分詞、過去に起きたことを今持っている、だから現在完了形は過去形ではないんです。過去に起こって今どうなっているかという現在に焦点が当たっているんです。むしろ過去ではなく現在です。だからよく過去の一時点を表す last year などとは使えませんと言いますが、そんなのは当たり前です。現在完了は現在に焦点が当たって現在なので、過去を表す言葉とは一緒に使われないのは当たり前です。 I play soccer yesterday、 昨日サッカーをしますって言わないですよね普通。それと同じことです。現在に焦点が当たっているのが現在完了形です。じゃあなんでそもそも英語で過去形ではなく現在完了形を使うのかというと、現在の質問に対して現在で返すために現在完了形を便利に使っているんです。どういうことかというと、例えば元気って言われたら元気だよとか体調悪いって今の状態を話しますよね。でここでよく考えてほしいんですけど、日本語で風邪ひいたって言ったら過去に単純に風邪をひいたという意味と、過去に風邪ひいてだから今体調悪いという2つの意味がありますけど、英語では I got a cold と言ったら今とは関係ない風邪ひいた、だから周りからはじゃあ今は元気なのって疑問に思われてしまいます。だから I've got a cold と現在完了形を使うと、風邪ひいてだから今体調悪いという意味を表せます。だから元気という質問に風邪ひいて今体調悪いということをちゃんと伝えることができるんです。もちろん今元気だよ体調悪いんだよって言えればいいんですけど、過去に起きて今どうなのってことを言いたい時ありますよね。それが現在完了形なんです。そこで面白いのが、日本語は風邪ひいただけで一撃で表しちゃうんですね。逆に英語は使い分けないとダメ。理由は話すと長くなってしまうんですけど、端的に言うと日本は空気を読む文化なので、それでも理解してもらえます。英語はそうではないです。まとめると、日本語では一つの風邪ひいたという日本語で、今とは関係ない過去の話と、風邪ひいただから今体調悪いという今に至る原因の話、両方使えるけど、英語ではこれらを二つ使い分けないといけません。日本語に現在完了形はないなんて嘘です。むしろ一つの表現の風邪ひいたという日本語だけで、英語でいう過去形も現在完了形も表せちゃいます。日本語はめちゃめちゃ便利です。そしてよく現在完了形で説明される例があるので紹介します。I lost my key と I have lost my key の違いですね。もう皆さんならわかりますよね。I lost my key は過去になくした、ただそれだけです。今とは関係ないです。一方 I have lost my key は過去になくして今もない、だから探しているんだというように今に至る原因の話をしているわけです。他にも疲れているあなたに対して友達がどうしたのって言ってきたら、 I worked hard all day、めっちゃ働いたというように、この現在完了形では働いたから今疲れているのというふうに伝えられるわけです。日本語は一つの過去形の言葉に今とは関係ない過去の話と今に至る原因の話、両方使います。英語ではこれらを過去形と現在完了形と2つ分けないといけません。ぜひ覚えておいてください。最後に過去完了形と未来完了形もやっつけて終わります。過去完了形は例えば The train had already left when I arrived at the station、 駅に着いた時には電車はすでに出ていたという分に、現在完了形のさっきのものが過去にずれたバージョンで、現在完了形イコール過去に起きて今どうなの、過去完了形は過去よりさらに前に起きてその過去はどうなのっていうことなんですね。過去よりさらに前ってピンとこないかもしれませんが、さっきの例文から言うと The train had already left when I arrived at the station、私が駅に着いたっていうのは過去ですよね。そしてその前には電車がすでに出てたってことは、駅に着いた時よりも電車が出たのはもっと過去ですよね。重要なのは過去よりさらに前に起きてその過去はどうなのということなんですね。つまり The train had already left when I arrived at the station、 私が駅に着いた時には電車は出発していた、だから例えば会議に間に合わなかったとか、そういったところまで含んでいます。現在完了形が今に至るまでの過去の原因の話だとしたら、過去完了形はある過去に至るまでのさら
らに過去の原因の話なんです。これが本質です。そして実践で過去完了形を使うときは注意をしてください。よく過去完了形は過去の過去だと思って I play soccer, I took a rest and went back homeという文でサッカーをしたのも休みを取ったのも家に帰る前のことだから全部過去完了形にしてしまう人がいるんですけど、これは違います。過去の日記は全部過去形統一です。そして過去の一時点でその一時点までに起こったということを強調して表すときに過去完了形を使います。例えばさっきの The train had already left when I arrived the station。 駅に着いた時までには電車は出発していたという意味でその時点までに起こったという意識があるから過去完了形が使われています。 I play soccer, took a rest and went back home。 と出来事を並べているだけだと過去完了形は使えないので覚えておいてください。未来完了形も同じです。未来のある時点に至るまでの原因とか過程があって、その結果未来のある時点ではどうなのってことを言っているんです。過去完了形も未来完了形も現在完了形のイメージが過去と未来にシフトしただけなので、混乱してしまったら単純に現在完了形のイメージが過去と未来に移動しただけなんだなっていう風にだけ覚えておいてください。例えば I will have finished my homework by tomorrow。明日までに宿題が終わっているでしょう。つまり未来のある時点に至るまでに宿題を終えて、その結果未来のある時点では終わってるから友達と遊びに行けるとか、またしても未来に焦点があります。お母さんに例えば明日友達と遊び行く余裕あるのって言われたら、遊び行くんだよって普通反抗期でない限り言わないですよね。だから明日には終わってる、だから遊び行けるって使えるわけです。未来に焦点がありますよね。実は完了形はこういう使い方をするんです。まとめると現在完了形は過去に起こって今どうなっているか現在に焦点。過去完了形は過去よりさらに前に起こったことがその結果過去どうなっているかという過去に焦点。未来完了形はある未来までに起こったことが結果その未来でどうなっているのかという未来に焦点。そして実践としての使い方は遠回しに伝えるときに使う。これだけなんです。ちなみにネイティブの友達に僕は実際に使ったことがある例として、なんでそんな汗かいてるのと聞かれて I've been running、 走ってきたんだよという表現を使ったことがあります。つまりそれまで走ってきてその結果今汗だくということなんです。もうわかりましたよね。ぜひ覚えておいてください。続いては助動詞です。助動詞もなかなか捉えどころがなくて完璧に理解してるって人も意外と少ないのではないでしょうか。ここで助動詞を攻略してください。まずは will からいきます。will はないないだろうでしょうって思った人がいるかもしれません。でも違うんです。じゃあこの英文を見てみてください。よく電車の中で This train will arrive at Osaka みたいにこの電車は大阪に到着しますで流れますよね。さあこれで will の意味がこの電車は大阪に到着するだろうだったらどうですか。そんな危ない電車もう乗らないですよね。そうなんです。 will は何々だろうではありません。電車の場合は確実に到着します。少なくともアナウンスで話してる人は確実に到着すると思っているわけ。そう、 will の本質は確実にするです。数字で表すなら 100% すると覚えておいても大丈夫です。ここで注意なのは確実にするというのはあくまで話して本人が主観的に 100% すると思っているだけです。例えば It will rain tomorrow と言ったら本人は確実に雨が降ると主観的に思っているわけです。よく確実にって言うと確実に降るかどうかわからないと思う人もいるかもしれませんが、それは予想なんだから当たり前です。ここではあくまで本人が予想で確実に降ると思っているということです。話して本人がというのをちゃんと説明している本はあまり多くはないので、ぜひ知識をアップデートしておいてください。 will 確実にする、 100% すると覚えておけば全てが解決します。よく will を普通に習うと意思推量習慣拒絶などたくさんあるんですけど、確実にすると覚えておれば一撃で解決です。まずは一つ目の意思は簡単ですよね。 I'll do it と言ったらそれやるっていう確実にするという強い意思ですよね。水量も It will rain tomorrow、 明日確実に雨降りますと言ってる本人は確実に降ると思っているわけです。二つ目の習慣は I will often go shopping on Sundays、 日曜日によく買い物に行く。確実に習慣で日曜日に買い物に行くから will。 三つ目の修正は Kids will be kids、子供はやはり子供。当たり前ですけど確実に子供は子供ですよね。なので確実にする習性なので will。 4つ目の法則は Oil will flow on water、 油は水に行くというように現象は確実に起こると予想できるものですよね。だから will が使われているわけです。そして拒絶の意味も She won't do anything、 彼女は何もしようとしない、確実にしないから絶対にしないという拒絶の意味になるわけです。完全に目から鱗ですよね。イメージの本質を覚えて文脈に合わせれば一撃で覚えられるんです。そして最後に衝撃な事実を言いますが、実は will は未来形なんかではありません。皆さんもしかして未来形イコール will とかって覚えてませんか。 will は未来形でも何でもないんですよ。その証拠に He will be in Tokyo by now、 彼は今頃東京にいるなっていう文章で will を使うんですけど、今頃って未来ですか。違いますよね。そうなんです。実は will は未来形でも何でもなく、確実にするという意思や推量、ただそれだけなんです。 He will be in Tokyo by now、 彼は確実に今頃東京にいるなという確実に東京にいると予測しているだけなんです。確実にするという予測と
か何々しますという意思とかって結果的に未来のことになりますよね。だから未来系とか言われちゃうんで、別に未来のことだけではなく今確実に何々してるという時でも、さっきの He will be in Tokyo by now、 彼は確実に今頃東京にいるなみたいに will を使えるんです。確実にするという気持ちさえあれば will が使えるわけです。ただ傾向として確実にするというのは先のことが多いから、結果的に未来のことになる傾向が多いということは覚えておいてください。何度も言いますが、このように結果的な意味から判断するのではなくて、本質があってそこから枝分かれしているだけで、ぜひ覚えておいてください。続いてはキャンです。キャンはできるでしょ、めちゃめちゃ簡単じゃんって思われた方、完全にこれでは NG です。じゃあ It can be hard、 熱くなることもあるというあり得るとかなり得るっていう意味はどうなるのって思いますよね。さらに否定にした時の That can be true、 本当であるはずがないという表現の否定の時は、なぜ何々のはずがないという意味になるのか、これを全て説明できるでしょうか。全然何々できるだけでは無理ですよね。だから can イコールできるというのは NG なんです。これはあくまでキャンの本質が枝分かれしただけで、じゃあズバリキャンの本質は一言で言うとポテンシャルになります。つまり潜在的にいつでも起こるというのがキャンの本質です。ポテンシャルと覚えておけば全てが一撃で解決できます。例えば I can speak English と言ったら英語を話せるポテンシャルがあるということ、いつでも話そうと思えば話せる能力があるということ。 It can be hard、 熱くなることもある。この文のあり得るとかなり得るというキャンの使い方も一見違う意味に見えるのも全て同じです。熱くなるというポテンシャルがある、つまり熱くなることはいつでも起こる、だから訳すと熱くなることもあるというふうに訳されるんです。2つの意味とか別々に覚える必要はないです。本質のポテンシャルという意味があって、文脈によって意味が変わるように見えるだけで、本質はいつでも一つです。そして否定にした時の That can be true、 本当であるはずがないも一撃です。本当であるポテンシャルがない、いつでも本当ではない、つまり本当であるはずがないと訳されるわけです。簡単ですよね。いろんなパターンで訳されてるから違った風に見えてしまうんですけど、あくまで元々の本質は同じです。もちろんよく使われる許可のキャンとかもありますけど、これも簡単ですよね。 You can use my pen、 あなたが自分のペンを使うことはしようと思えばいつでも起きる、つまりあなたはしようと思えば使えるというポテンシャルがある、つまりいつでも使っていい、こういう風な許可の意味になるわけで、めちゃめちゃ簡単ですよね。ぜひ覚えておいてください。次はマストです。マストは何々しなければならないでしょって思った人、これだけでは完全に挫折してしまうことになります。それでは He must be rich、 彼はお金持ちに違いない、こんな文を見るとなぜ違いないという意味が出てくるのか説明できないですよね。つまり何々しなければいけないというのは本質ではありません。さっきと同じでただの結果論としての一部分の意味に過ぎません。ズバリマストの本質は圧倒的圧力で、いわゆるプレッシャーがあるわけです。だから I must go back home、何かの理由で家に帰るというプレッシャーがある、つまり帰るという義務があるわけです。だから家に帰れないといけないという意味になるし、そして従来では何々に違いないを別々に覚えていたのも He must be rich、 高級車とかを持っているものを見て彼はお金持ちという風に考えざるを得ない、つまり思考に対するプレッシャーがあるわけです。だから He must be rich、 彼はお金持ちに違いないという意味になるわけです。そしてよく何々しなければならないの否定は何々しなくても良いと勘違いしてしまう人がいるんですけど、マストの本質は何々しないといけないというプレッシャー、つまり義務があるわけです。だから I must use this、 これを使うという義務がある。これを否定にして I must not use this、 これを使わないという義務がある。つまり使ってはいけないという意味になるわけです。ちなみに後で説明しますが、 have to は客観的に必要性があるときに使うので I have to use this、 これを使う必要性がある。そしてこれを否定にすると I don't have to use this、 これを使う必要性がない、だからこれを使う必要がない、こんな風に何々する必要がないという意味で否定は使われるんです。これも目から鱗ですよね。そして must の何々してはいけないと have toの何々する必要はないと混乱してる人もいるんですけど、マストの本質をつかめば一撃です。マストは圧倒的圧力、プレッシャー、義務があるんです。ハフトゥーは必要性です。ぜひ覚えておいてください。そしてここでハフトゥーとの違いを言いますが、そして皆さんここで一番大事なことを覚えてください。それは助動詞とその代わりをする表現には決定的な違いがあるということです。そしてこの事実をすると全てが変わります。それは何かというと、助動詞イコール主観的、代用表現イコール客観的ということです。これは有名な話ですが、助動詞の正式名称は for助動詞と言います。そしてこの for というのは英語に直すとムードになります。つまり気持ちということなんです。助動詞イコール気持ちなんです。気持ちということは全て主観的ですよね。話し手が全て勝手に思っていることです。後で説明しますが、代用表現の have to、 use to、 able to などは全て客観的です。これから説明するのにこの知識は大事になってくるので覚えておいてください。話を戻すと、 must は助動詞なので主観的です。つまり何々しなければいけないというのも I must have my haircut、
こっちの髪型がかっこいいなとかの理由で本人が髪を切らないとと思っているということで、理由は何であれ本人が主観的に思っているということで、逆に have to は客観的なので I have to have my haircut と言ったら、法則で禁止されているからとか外部の要因、客観的に必要だから髪を切らないといけない必要性があるということなんですね。 must と同じ何々違いないという have to の意味も he must be the criminal、 彼は犯人に違いないと言ったら、これは話しての勝手な気持ちです。 he has to be the criminal と言ったら、証拠がバンバン出て客観的に見て彼が犯人に違いないとなるわけです。そしてここまで聞いた人はこれもわかるはずです。なぜ must に過去形がないのか、考えてみたら過去に起きたことって完璧な事実ですよね。この完璧な事実に対して自分の主観である助動詞 must を過去形にはできないんです。というよりしてはいけないんです。なぜなら過去の事実を自分の適当な気持ちで言ってはダメだからです。だから客観的な表現の have to が had to に変えて使うんです。 have to は客観的なので過去形の事実とぴったりですよね。これが must に過去形がない理由です。助動詞イコール主観的、代用表現イコール客観的、これだけ覚えておくことで must に過去形がない理由など全て一網打尽です。じゃあ他の動名詞も全て過去形がないかというとそうではありません。例えば could と might などがあります。ただ過去形はあるんですけど過去の事実としては使わないのがほとんどです。じゃあどういう時に使うかというと、後で詳しく説明しますが、過去形というのは実は距離感が本質です。なので時間としての距離感ではなくて気持ちの距離感、つまり仮定法につながるわけです。今正直なるほどやばっていうふうに思いませんでしたか。英語ってワクワクしますよね。このように皆さんが文法に対して抱いていた氷のような固定観念がスーッと溶けて点と点が結びついてる感覚がありますよね。仮定法については中学校の範囲ではないので後ほど軽く説明します。そして must の説明を終える前に助動詞の主観的、代用表現の客観的の他の例を説明して終わりにします。 must と have to 以外にもあります。まずは will と be going to ですね。まず will は先ほど説明した確率にするという主観的な意思や推量です。 100% の推量といっても本当に 100% 起きないこともあるんですけど、大事なのはそこではなくて will は主観的なので話しては 100% 起きると勝手に思っているということです。だから it will rain tomorrow と言ったら、明日雨降ると根拠もなく主観的に勝手に予測しているわけです。もちろんそこには本人の確信はあります。じゃあその代用表現の be going to はどうなるかというと、客観的な響きがあります。 it is gonna rain tomorrow と言ったら、雨だと予測できる客観的なものって何ですか。そう、目の前に雲があったり天気が悪い様子が見えるわけです。雲などを見て客観的な判断で It is gonna rain tomorrow という風に言っているわけです。でもよく見れば It is going to ってすでに進んでる最中、 going つまり雲とか出てて雨が降るという到達点 to に対して進んでいる going なわけです。こうやって見ると英語って面白いですよね。助動詞イコール主観、代用表現イコール客観です。そしてよく I'm gonna practice playing soccer と言ったら、予定とかに使うと言われますが当たり前です。予定とかは前から決まっていて客観的なものですよね。だから予定に be going to を使うわけです。ちなみに実際の会話で使うときに今日遊ばないっていう風に言われて I will practice playing soccer、 サッカーの練習すると言ったら失礼なのがわかりますか。 will は主観的でその場で決める意思を表すので、日本語で言うと遊ばないって言われてその場でサッカーの練習でもしよっとって今考えた感じになってしまうんです。自分と遊びたくないのって思われますよね。代わりに I'm gonna practice playing soccer と言えば、ごめんサッカーの練習する予定なんだけどね、こんな風に前から決まっていて客観的な予定ということを表せるんです。日本語でもサッカーの練習があってさみたいに客観的な事実を言って責任を自分にしないで断ったりすることできますよね。それと似たイメージでぜひ覚えておいてください。次はメイです。メイは何々かもしれないとかでしょっていうふうに思った人がいるかもしれませんが、これだけでは NG です。これだけだと何々しても良いという許可も説明できないですし、何々してはいけないというメイの否定の意味も説明できません。何よりも何々かもしれないとだけ理解していたら、何々しないかもしれないという理解しかできなくなってしまいますよね。これもメイの本質を覚えていきましょう。メイの本質は 50% です。これが本質です。何々してもいいという意味の You may smoke here、 ここでタバコ吸っていいよというのも、吸っても吸わなくてもいいという意味でおすすめの 50% ということですし、It may rain tomorrow、 明日雨降るかもしれないと言ったら予想度 50% です。日本語は高コンテキストといって空気を読む文化です。なので日本語でかもって言ったら確率が 30% かもしれないし 80% かもしれないですよね。あの人私のこと好きかもって言ったらずっとアプローチしてくる人だったら 80% かもしれないですし、本人の勝手な妄想なら 30% のことだってありますよね。でも英語は低コンテキストなので伝える内容を言葉にしっかりと表す必要があります。だから英語のメインは 50% とはっきりしています。そしてメインの注意点なんですけど、許可を表す You may smoke here、 ここでタバコ吸っていいよという許可もかなり上から目線です。なので You may というのは使うと上から目線になるので注意が必要です。逆に May I sit here、 ここに座ってもいいですか、これは相手が上なので話してからすると下から目線です。相手が上にいて許可をもらっている感じです。まとめると、あなたが You may smoke here と言ったらあなたが上で上から目線で使えて、 May I sit here だったらあなたが下で聞き手が上にいます。使い方によって上の立場が入れ替わるので注意が必要です。 You may は使うとき注意で、 May I は
は目上の人に丁寧に許可をもらう方法なので覚えておいてください。そして名を否定にするとなぜ何々してはいけないという意味になるのかも話しますね。これも一撃です。何々することが許可されていない、つまり禁止されているとなるわけです。簡単ですよね。ぜひ名の本質 50% というのを覚えておいてください。続いてはシャルです。シャルって硬い表現だからあまり見ないんだけど、シュって意味あるの？っていうふうに思ったかもしれません。ただこれを知らないと次説明するシュットを正しく理解できないんで、間違った使い方をずっとしてしまうことになるのでぜひ聞いておいてください。早速シャルの本質イメージは権威者や神の意志です。だからよく The Emperor shall be the symbol など憲法などにもシャルがよく使われますし、 We shall all die というとみんな死ぬことになるなど運命でもシャルを使ったりします。でも実は普通に日常生活でも使ったりするんですよ。例えばShall we dance? 一緒にダンスしましょうか? Shall I help you? みたいに会話で普通に使うんです。これはもともと聞き手が上の立場の人に対して意思を聞く表現だったんですけど、日常でよく使われ始めたのでシャルが定着しました。日本語でも聞き手を敬いながら何々しませんかっていう時ありますよね。まさに Shall we dance? 一緒にダンスしませんかという丁寧な響きになります。ここでシャルは分かったけど、なんでこれが重要なのって思ったかもしれません。皆さん聞いておいてください。皆さんシャルの過去形って何か知っていますか？過去形なんてあるの？って思われたかもしれません。そう、実はシャルの過去形がシュットなんです。それでピンときた人は分かったと思います。よくシュットは何々すべきと覚えて、なんか少し硬い感じのアドバイスだと思う人がたくさんいるんですけど、シュットはかなりマイルドに気軽なアドバイスに使います。そしてその理由がシャルの過去形になって、心理的な距離感があるので仮定法なんですね。シュットイコール仮定法なことは知っていましたでしょうか？今回は中学英語なので軽く聞き流しておいてください。ここからさらなる高校英語とつながっていきます。シュットは仮定法なのでマイルドに伝えることができます。あえて日本語に直すと何々した方がいいとか何々したらぐらいの軽いアドバイスにシュットが使えるんです。そして少し遅れましたが、シュットの本質は本来であれば何々するのが当然となります。ポイントは何々であればとなります。ちなみに仮定法ってもし何とかだったらというニュアンスなんですけど、何々であればっていう仮定法の感じがありますよね。つまりシャルの権威者や神の意志が本質なので、本来権威者や神の意志に従うならば何々するのが当然というニュアンスなんです。よくシュットに何々すべきだ、何々のはずだという2つの意味があるとよく解説されるんですけど、これも本質は一つです。例えば You should stop smoking、本来であればタバコはやめるのが当然、だからタバコはやめるべきとなるし、 He should arrive at 8 o'clock、 彼は本来であれば8時に着くのが当然、つまり8時に着くはずとなるわけです。これすごくないですか？本質を覚えるだけで無駄な暗記は必要ないですし、ネイティブと同じ感覚で英語を使うことができます。ちなみにシュットは主観で代用表現は O2 というので、一応頭の片隅に入れておいてください。今後の高校英語になった時に僕の言ってることがさらにわかると思います。ぜひ覚えておいてください。続いては to 不定詞と動名詞です。今 to 不定詞と聞いて to 不定詞を取る動詞が全くわからない、こんな風に思っているかもしれません。でも実はすごく簡単なんですね。ここは中学校8割で2割くらい高校の範囲も入るので、これからの英語学習の良い準備になると思うので、少し高地トレーニングをしましょう。早速 to 不定詞の本質を話したいんですけど、まずこの to 不定詞の to は前置詞の to とイメージは同じです。先ほども話したんですけど、 to 不定詞の to は前置詞の to と同じイメージで、方向を表して到達まで含むと言いました。実はこの方向というイメージが to不定詞の本質に関係があるんです。例えば I wanna play basketball と言ったら、私は欲しい、その気持ちがどの方向に向かっているかというと play basketball という到達点になるんです。このように願望などの方向からこれから何々するという未来思考の動詞に to 不定詞が使われます。なぜなら願望とか計画とかの向かう方向ってほとんど未来ですよね。だから未来思考の動詞に to 不定詞が使われます。例えば I plan to play soccer、 サッカーをする予定で、これからする計画だから to 不定詞。 I try to exercise、 エクササイズしようと努力している、何々しようとしている、つまりこれからすることなので to 不定詞。 I hope to、 何々することを望む、望むというのはこれからすることなので to 不定詞。 I promise to make you happy、 あなたを幸せにすることを約束した、これから幸せにすることなので to 不定詞。 I managed to finish the work、 なんとか仕事を終えた、つまりなんとかこれからする仕事を終えることを実現しようとしているから to 不定詞。よくここで約束したとか、なんとか仕事を終えたって過去形だからこれからすることじゃないじゃんっていう人がいるかもしれませんが、過去から見る時点では I promise to make you happy、 make you happy はまだ終わっていないので過去から見たら未来なわけです。さらには I managed to finish the work、 finish the work はまだ終わっていないから過去から見たら未来なわけです。 try もそうです。 I tried to open the door、 ドアを開けようとした、というのも tried の過去から見たらドアを開けることは未来です。よく文の意味だけを見て勘違いされる方がいるので覚えておいてください。あと他にも decide to do、 決めるというのはこれからすることを決めるわけだから to 不定詞。 expect to do、
期待するというのはこれから起きることを期待するわけだから to 不定詞 refuse to do。 拒否するというのはこれからすることでないと拒否できないから to 不定詞 hesitate to do。 ためらうというのはこれからすることをためらうので to 不定詞 fail to do。 何々しないというのはこれからすることをしないので to 不定詞。ちなみに fail というのは失敗すると訳されるんですけど、 fail to do だと何々しないという意味で使われます。このようにすべて to を取る動詞には未来思考が入っているので、動詞の後に to 不定詞か同名詞かわからないときは未来思考であれば to 不定詞というのを覚えておいてください。続いては同名詞です。同名詞の本質は過去思考になります。そして過去思考なので後ろ向きでマイナスのイメージの動詞に使われます。じゃあそもそもなぜ同名詞が過去思考になるのかというと、同名詞って ing ですよね。つまり実際に今している ing ということはもうすでに起きてしまっていることですよね。だから過去思考になるわけです。理由がわかりましたね。それでは実際に同名詞を取る動詞の具体例を紹介していきます。まずは I practice speaking English、 英語を話すことを練習する。練習って何度も過去に繰り返すことですよね。だから同名詞 I enjoy studying English、 英語を勉強するのは楽しい。楽しむって過去に何度もしているから楽しいと思えるんですよね。だから同名詞。そして頭の中で考えることは実際にしている ing、 様子を頭で考えることなので imagine、 想像する、 consider、 よく考える、これらの動詞も同名詞を取ります。そしてやめる系の動詞も同名詞になります。なぜかわかりますよね。過去に初めて今しているからやめれるわけですよね。あとやめるというのはマイナスイメージなので同名詞を使います。例えば I'll stop smoking、 タバコをやめる、こういうのはすでに過去に吸い始めているのをやめるから同名詞、マイナスイメージだから同名詞と考えても OK です。 I finished reading the book、 すでに読んでいたのをやめるから同名詞。 I gave up studying English、 英語を勉強するのを諦めた、すべてマイナスイメージですよね。すでに過去に始めたものをやめたという感覚がありますよね。もちろんマイナスイメージと考えても大丈夫です。そういうようにまとめると、やめる系の動詞は過去にしていたことをやめるわけなので同名詞を使うと覚えておいてください。そしてさっき言ったように過去思考の動詞はマイナスイメージがあるので、マイナスイメージがあるものも同名詞を取ります。例えば I avoided taking the risk、 普通避けるってことは嫌なことを避けますよね。良いことを普通わざわざ避けたりはしません。つまりマイナスイメージなので同名詞。よく I wanna avoid taking the risk みたいに、リスクを避けたいという文を見て、何々したいだからこれからのことじゃんっていう人がいるんですけど、勝手に文の意味を見て判断してはダメです。僕が言ったのは avoid を避ける単体の意味です。同名詞か to 不定詞を選ぶときは、文全体がこれからすることであろうとなかろうと avoid みたいに動詞単体で判断するので勘違いしないようにしてください。次は mind。 Would you mind opening the door? ドアを開けていただけますか。 mind は気にするという意味なので、普通気にするというのはマイナスイメージなので助動詞。 escape は I escape being hit by a car、 車に轢かれるのを逃れた、これも avoid と同じで逃れることはマイナスのことなので同名詞。 don't miss watching the movie、 その映画を見逃してはダメ、これも同じで逃してしまうことはマイナスイメージなので同名詞。 I could have seen a doctor、医者に行くのを延期した、延期って普通マイナスイメージですよね。だから同名。そしてよく recommend、 suggest、 これらは何っていう人がいるので、さらにイメージを養っていきましょう。 recommend、 勧めるって普通過去に体験したり試したものをおすすめしますよね。だからもし僕が I recommend studying English と言ったら、僕自身が英語を勉強した後におすすめするから同名詞が使われます。これも過去思考ですよね。 suggest の提案するというのも I suggested going there by car、 車で行くのを提案した、過去に検討したりして初めて提案するから同名詞なわけで、ここまで to 不定詞イコール未来思考、同名詞イコール過去思考ということが分かったと思うので、最後に to 不定詞と同名詞で意味が変わる動詞を紹介します。 to 不定詞イコール未来思考、同名詞イコール過去思考、この本質が分かっていればそこまで難しくはないです。まずは remember からです。まずは to 不定詞だと remember to turn off the lights when you go out、 外出するときは電気を消してね、こんな風に訳されます。つまりこれから電気を消すことを覚えておいてということ。 to 不定詞を使うと未来思考の意味になってますよね。逆に同名詞だと I remember putting my key in the car、 自分の鍵を車に置いたことを覚えている、こんな風に訳されます。今僕は何て言いました、置いたことをと言いました、つまり過去にしたことですよね。だからここでは同名詞のイメージが使われています。他にも Don't forget to turn off the lights、 電気を消すのを忘れるな、これから消すことを忘れるなということなので to 不定詞が使われています。一方 I forgot putting my key in the car、 自分の鍵を車に置いたことを忘れた、これを自分の鍵を車に置いたという過去にしたことなので同名詞が使われています。もう大丈夫ですよね。あと他にも I tried to open the door、 ドアを開けようとした、過去の時点から見てこれから開けるという行為なので to 不定詞のイメージ。 I tried opening the door、試しにドアを開けてみた、試した時点でもう開けてしまっているので過去思考なので同名詞。 I regret to say this、 遺憾ながらこれを言わせていただきます、これから言うことなので to 不定詞。よくこういうのを見て、遺憾ながら何々するってマイナスだから同名詞じゃないのって人がいるんですけど、このようにこれからとマイナスイメージが混ざってどっちかわからない場合は、あくまで to 不定詞が使われてるってことは、英語話者はこれからというのを優先されているので to 不定詞が使われてるんだなと理解してください。 regret は遺憾ながらという意味で、マイナスイメージで同名詞
だろうっていう風に僕たちが勝手に決めてはいけません。それは僕たちの勝手な解釈で、あくまで英語話者はこれからというのを優先させているということで、そして I regret hitting you、 あなたを殴ったことを後悔している、同名詞が使われているので殴ったことここから分かるように何々したと訳されるんで、ぜひ to 不定詞イコール未来思考、同名詞イコール過去思考というのを覚えておいてください。次は以前説明してほしいという声があった比較級の説明です。比較級もそこまで難しくはないのでサクッと理解して終わりにしましょう。まずはアズアズを攻略します。意味から説明すると同じくらいという意味です。例えば She's as tall as in、 彼女は彼と同じくらい背が高い、アズアズイコール同じくらいと覚えておきましょう。そして次に説明するアズアズの否定形になると混乱する人が多くいます。なぜならアズアズイコール同じくらいの否定だったら普通に考えたら同じくらいではない、つまり同じではないとなりますよね。でもアズアズの否定形の意味は何々ほど何々ではないというのが正確な意味で、例えば She's not as tall as him と言ったら彼女は彼ほど背が高くないとなります。彼女は彼と同じくらいの背の高さではない、普通こういう意味になるんじゃないのって思った方もいるかもしれませんが、実はそうではないんです。ここでポイントがあるんですけど、先ほど僕はアズアズイコール同じくらいと言いました。でも同じくらいって厳密に言うとくらいなので全く同じではないですよね。つまりどっちかが小さいか大きいわけです。なので僕もこの動画ではアズの説明をイコールとしてきましたが、アズの本当の姿は同じまたはそれ以上と覚えてください。つまり記号で表すと A 大なりイコールとなります。例えば She's as tall as him と言ったら彼女は彼と同じかまたはそれ以上背が高いというのが本質です。ここまで分かったらもう簡単です。この同じかまたはそれ以上の否定ということは She's not as tall as him、彼女は彼と同じかまたはそれ以上背が高いというわけではない、つまり彼女は彼ほど背が高くないになりますよね。混乱してしまった方にもう一度繰り返します。彼女は彼と同じかまたはそれ以上背が高いというわけではない、つまり彼女は彼ほど背が高くないとなるわけです。もっと簡単な日本語に直すと、彼女は彼以上に背が高くない、つまり彼女は彼ほど背が高くないとなりますよね。以上という言葉は日本語で言うと同じかそれよりも上のことを表します。その否定なので下になるわけです。頑張って言葉で説明しましたけど、記号で表すともっと簡単です。 A 大なりイコールの否定は A 小なり B になりますよね。言葉で分かりにくい方はこの記号の方が分かりやすいと思います。最後に復習で She's not as kind as him と言ったら意味はどうなるでしょうか。 3, 2, 1、 彼女は彼と同じかまたはそれ以上優しいの否定なので彼女は彼ほど優しくないとなります。ぜひ覚えておいてください。今同じくらい何々である、何々ほど何々ではないという表現を説明してきましたが、今度は何々より何々だという表現を解説していきます。これも数分で終わります。学級を作るときは形容詞や副詞に ER か MORE をつけます。よく語尾が単母音プラス子音ならとか一部の二音節とか正確には言えるんですけど、英語は苦手な人はトールなどの見た目短いのは ER、 ディフィカルトなどの見た目長いのはモアがつくとだけ覚えましょう。もちろん例外はあるんですけど、それは学習をしていくうちに気づいていけば大丈夫です。初心者にとって大事なのはまずは全体像をつかむことです。もう一度いきますね。見た目短いのは ER、 見た目長いのはモアがつくとだけ覚えておけば英語学習で致命傷になることはありません。例えばトールを使って彼女は彼より背が高いというのを表現したかったら、トールに ER をつけて She is taller than him、 こうなっていきます。長い単語の difficult だったら difficult にモアをつけて English is more difficult than Japanese、 英語は日本語より難しいと言えます。ちなみに何々よりというのは than という表現を使うので覚えておきましょう。今のは tall とかの形容詞のパターンだったんですけど、副詞のパターンも紹介します。例えば私は彼より速く走るという日本語を英語にすると I run faster than him になります。ここで fast は形容詞ではなくて than という動詞を修飾する副詞ですので注意が必要です。ここまで比較は終わったので、次は一番何々だと言いたい時に使える最上級について解説していきます。これも全然難しくないので大丈夫です。形容詞を作るときは形容詞や副詞に ER か more をつけましたよね。それが最上級になると形容詞や副詞に the est か the most、 これを単語の前後や前につけるだけです。例えば僕はクラスの中で一番背が高いなら、見た目短い単語の通りに the est がくっついて I'm the tallest in the class、 私はクラスで一番背が高い、そしてこのお寺は日本の中で一番美しいだったら、見た目長い単語の beautiful に the most がくっついて this temple is the most beautiful in Japan、 このように言います。なので最上級になると形容詞や副詞に the est か the most を単語の前後や前につけるだけとだけ覚えておけば大丈夫です。ちなみに最上級に the がつく理由は簡単で、 the は話し手がこれわかるよねと共通認識と思っているものに the がつくと言いました。じゃあなぜ最上級に the がつくと思いますか。3秒で考えてみてください。 3, 2, 1。 最上級って一番ないないんだってことですよね。つまり一番ないないんだってことは常識的に話と聞き手が共通認識できるものですよね。例えば日本で一番高い山はと言ったら明らかに富士山ですよね。だから Mount Fuji is the highest mountain in Japan と the がつくわけで、これで比較級も完璧です。再度復習しておいてください。
最後に関係代名詞を解説して終わりたいと思います。今正直関係代名詞って難しそう、言葉を聞くだけでやる気がなくなる、そう思ってませんか？でもね、関係代名詞ってみんなが普段簡単に理解できるものと原理的には一緒なんですよ。それって何だと思いますか？実は関係代名詞というのは簡単に言うと形容詞なんです。形容詞ってブルーペンのブルーとかの形容詞とかの形容詞のことって思ったと思いますが、まさにその通りです。関係代名詞って形容詞なんですよ。一応形容詞説とかって言ったりするんですけど、そんなのはもういいです。とりあえず関係代名詞は形容詞と覚えてください。なんで関係代名詞を理解するのに苦労する人がいるかというと、単純にその形容詞が長くなってしまってわけわかんなくなっちゃうんですね。例えば I have a son who lives in Tokyo。私は東京に住んでいる息子がいる。東京に住んでいるというところの Who lives in Tokyo とかは長くてなんか難しく感じてしまいますよね。でもここでは Who lives in Tokyo がアさんを説明しているんで、名詞を説明するのが形容詞ということは理解できますよね。つまり東京に住んでいる息子っていう、東京に住んでいるっていうのは形容詞ですよね。長めの形容詞バージョンだと思っておいてください。でも本当はね、A blue pen のブルーみたいに一言で青いという表現があるように、東京に住んでいるという言葉にぴったりな形容詞が本当はあればいいんですよ。ただないから仕方なく関係代名詞を使って後ろから長々と説明しているだけなんです。どういうことかというと、例えば東京に住んでいるという言葉がブルーみたいに一言で表せる英語であればみんな混乱しないわけです。例えば東京に住んでいる、東京リブみたいな単語があればいいわけですよ。ただちょうどよく東京に住んでいるという言葉がブルーみたいに一語で存在しないので、 Who lives in Tokyo というふうに仕方なく関係代名詞を使って説明しているだけなんです。なんかこの動画を見る前より関係代名詞のイメージが少し楽になって、関係代名詞って結局ブルーとかと仲間の形容詞で、ブルーよりも少し長めの形容詞ってことね。これだけ分かってればいいです。関係代名詞が形容詞ってことが分かったところで、今度は関係代名詞を使った文を紹介していきます。これはただ暗記作業になってくるところもあるので覚えておいてください。まず2文存在するとします。例えば I have a son、He lives in Tokyo。 私は息子がいます。彼は東京に住んでいます。この二文があります。でもみんなここであることに気づきませんか？あさん、息子と he、彼はって同じ人じゃないですか。そう、だからどうせ同じ人なら被っているとこ消して一つの文にしちゃおうっていうのが関係代名詞です。なのでさっきの I have a son、He lives in Tokyo。he を消して who にします。ちなみに who とかどの関係代名詞を使うかは後で説明します。今は適当に流しておいてください。すると who lives in Tokyo を説明される名詞の son がある I have a son のすぐ後ろにくっつけて、最終的に I have a son who lives in Tokyo、 訳すと私には東京に住んでいる息子がいるとなります。なのでステップをまとめると、一つ目、被っている同じ人物などを消して関係代名詞にする。二つ目、関係代名詞にした文を説明する名詞のすぐ後ろにくっつける。ただこれだけなんですね。図で表すとこんな感じです。この図を見てみるとかなりわかりやすいですよね。ぜひ覚えておいてください。さらにこれは一応 he lives in Tokyo の he という主語が who に変わったので、 who は四角の関係代名詞と言います。でもこんな言葉を覚える時に役に立つぐらいなので、とりあえずわからない人は He lives in Tokyo の He という主語が Who に変わった、だからこれを四角と呼ぶんだなくらいで大丈夫です。他にも目的語、所有格があるので、一応表にまとめるとこんな感じです。一応説明すると、関係代名詞を扱うと先行詞って言葉が必ず出てくるんですけど、先行詞って言葉は Who などの関係代名詞よりも先に来て説明される名詞だから先行詞と呼ばれると覚えておいてください。 I have a son who lives in Tokyo で言うと A さんのことです。関係代名詞の Who よりも先に来て説明される名詞ってあさんですよね。東京に住んでいる息子って、東京に住んでいるが息子あさんを説明してますよね。ぜひ覚えておいてください。それでは最後に目的格というものを説明して終わりにします。これも難しく考えなくていいです。さっきと同じ手順でいきます。まずは二文あるとします。例えば This is a pen I bought it yesterday、 これはペンです、私はそれを昨日買った。みんなまたここで気づきませんか？ペンとそれって一緒のものじゃねってことです。そう、だからさっきと一緒で、どうせ同じものなら被ってるとこ消して一つの文にしちゃおうっていうことなんで、なのでさっきの This is a pen I bought it yesterday、 it は I bought の目的語なので、目的語だったものを関係代名詞にすると、先ほどの表を見ると人以外でさらに目的格のところなので which となります。なので it を消して which にします。すると I bought which yesterday となります。ここで関係代名詞は原則説明する名詞の後に置くので、 This is a pen which I bought yesterday、 このような順番になります。訳すと、これは私が昨日買ったペンっていう意味になります。図で表すとこんな感じですね。ぜひ参考にしてみてください。さらにこれは一応I bought it yesterday の it という目的語は which に変わったので、 which は目的格の関係代名詞と言います。でもこんな言葉はさっきも言いましたけど、覚えるときに役に立つぐらいなので、とりあえずわからない人は I bought it yesterday の it という目的語は which に変わった、これを目的格と呼ぶんだなくらいで大丈夫です。ここまで関係代名詞を説明してきましたが、そもそも関係代名詞って何の意味があるの？こんな風に思いますよね。皆さん先ほど扱った文章を見てこう思いませんか？ I have a son. He lives in Tokyo.
私は息子がいます、彼は東京に住んでます。なんか小学生の作文っぽくないですか。それよりも私には東京に住んでいる息子がいるの方が自然ですし、子供の作文っぽいですよね。だから I have a son who lives in Tokyo と子供みたいに二文で言うところを、息子と彼が同じなら一文にした方がスマートな文になるということで、これは英語に限ったことではなくて、私は息子がいます、彼は東京に住んでます、これよりも私には東京に住んでいる息子がいるの方がいいですよね。と関係代名詞は二文を一文にして文をスマートにする役割があるんで、逆に使いこなせないと小学生の作文の昨日公園に行った、その公園は広かったみたいな文章になってしまうので、ぜひ使いこなせるようにしましょう。今回の中学英語の大事なところ、そして前半に説明した全ての活用表を掲載した PDF をここまで見た方限定で無料配布しているので、それを見て復習したい方は下の概要欄にある公式 LINE から中学英語という文字を打ってゲットしてみてください。もう一冊の本みたいになっているので、分かりやすくまとめたのでかなり役に立つと思います。ぜひ活用してみてください。はい、いかがだったでしょうか。現在ありがたいことに4万5000人以上の方が登録しているこの公式 LINE では、僕が英検3級 TOEIC 280点の全くの初心者から、6ヶ月で TOEIC 900点、3ヶ月で英会話習得、2ヶ月で英検1級を達成できた方法の配信と、英語学習を継続できてやりきれる環境を用意しています。学習効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間で英検 TOEIC 英会話のあなたの求める英語力を手に入れて、なりたい自分を実現したいのであれば、ぜひですねこの動画下の概要欄から登録しておいてください。さらに今なら初心者向けの英文法書、一人ごと英会話集を無料で学べます。その他にも計6つの無料特典が欲しい方は、ぜひ今のうちに下の概要欄から登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは、短期間で英語を習得する貴重な英語学習法をできるだけ分かりやすく配信しています。だからそういった動画をこれからも見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。ということで今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。